2020年8月4日、とあるスレが投稿された。Y 無能正社員、クビにされたから会社を訴える。勝手に退職させられたから訴えてやったわ。もっとやれ、社員は会社の奴隷じゃないぞ。勝手に退職なんてありえないやろ。Y みたいな会社の不利益にしかならんやつは、会社が何としても排除しようとするんやで。Y が勤めてた会社がそうや。退職届とか全部向こうが用意した。Y の会社では無能は、いろんな部署をたらい回しにされる。自分で答え合わせ済ませてんのに、なぜ納得しないのか。勝手に言ってほんまか？これで正式な手続き取ってたら草生えるわ。無能のくせにそんな時だけ行動力発揮するから、捨てられるんじゃないの？証拠があればパワハラで訴えられるで。お前マジでもうやめろ消えろ。でも、生活とか。わかったわかった。じゃあ俺が代わりに退職手続き全部やるから、来週にはお前の責任を覚悟しとけ。え？でもそんなことできるわけ？部長も社長も役員全員、お前を辞めさせるってことで合意だから。退職届に反抗したんか？ Y 自身は押してないけど、上司が代わりの反抗用意してそれで押したかもしれんわ。なら訴えられるな。偽造はあかん。問題は証拠よ。一致の会社小さい会社なんか？まあ中小企業やな。地元では有名って程度。Y なんて、何回退職願い出しても、目の前でゴミ箱に捨てられるというのに。ガンガン行こうぜの気持ちで攻めていけ。まあ気にすんな。何事もなかったかのように、毎日出社して机で寝たりスマホいじっといたらええで。いやいやわそんなん。でも発注間違えたり、壊れた部品知ってて梱包しとったんやないの。そういうことは当たり前やで。あと会社の資金の 10% を、融資してもらってるお客さんも、Y が怒らせた。なんで怒らせた？熱いコーヒーをぶっかけて火傷させた挙句、ハンカチで拭こうと思って近づいたら、つまずいて転んでさ、あーすいません、って急いで避けようとして、足を力強く置いた場所がお客さんの胸の上。ギャグ漫画かな。コーヒーぶっかけた上で、蹴ってもうたってこと？つまずいてお客さんの方に行ったから、一緒に倒れてしもうた。結構やばいことしとるやん。とはいえ正当な理由ありそうやし、首がなくなるわけではないがな。でもわざとじゃないし謝ったんやから、許してくれて当然よな。とかその時思ってそう。優しい人っていう噂やったから心の中で、まあ大丈夫やろってちょっと思ってたわ。舐めてたんやな。素直に謝れた自分偉いんやから多めに見てくれやってな。コントかな？次の仕事は何にするんや。ニートでええかな、もう働きたくない。会社訴えただけで、一生涯遊んで暮らせるほどの大金手に入るわけないぞ。働け。会社訴えるのは Y の個人的な腹いせやで。勝手に退職させられたら誰でも怒るわ。とりあえずこれまでやらかした失態を、思いつく限りここに書き込んでみ。社長の名前間違える。上司の名前間違える。取引先との資料の原本をシュレッダーにかける。全く無関係の会社を、営業先の会社と間違えて社内情報ばらまく。まだまだあるで。で、課長会解雇されてないだけありがたく思え。ってレベルで一致がなんかやらかしてそうやな。入荷する商品の番号を間違える。入荷する数を間違えて、中高専庫にしてしまう。出荷する商品を間違える。障害者を普通学級にねじ込む、モンペみたいなもんか。その逆やで。障害者って君のこと指しとるんやで。そんでモンペは当然君の親。うんやからその逆やって。Y は義理健常者やけど、親と先生から特別教室行きなって言われてた。自分を義理健だと思ってる精神障害者。そっか、身の丈に合った職を見つけような。逆も何もないやろ。小学生の6年生の時に、過去5年間やってきた行動が原因で、最後の1年間だけ特別教室にぶち込まれた。で、今回は度重なる失敗が重なって、周りの怒りが頂点に達し君は首。そもそも普通自動車免許持ってないのも Y だけや。営業車で回らなきゃいけないのに Y だけ車運転できないから、徒歩で行ける範囲の会社しか行かせてもらえんし。まあ勝手に原付で行ってたわけやが。はい、すごい迷惑。一致の会社が Y の会社と取引ないことを切に願うわ。まあ、本当に上司が勝手に退職届偽造したら、文句なしの違法やけどね。でもそうしたくなる気持ちもわかるで Y は。やったことはあれやけど。会社とは全く関係ないから書き込んでないんだろうけど、他にもいくつかやらかしてるエピソード抱えてそうよな。会社もひどいが一致もひどすぎるな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。超速報46歳無職 Y、ガチで就職活動しまくった結果、46歳無職、既婚者、貯金100万、生活厳しいがやっと決まりました製造業です。未経験、ええな。未経験の職種だが頑張る。ありがとう。今すぐ断りの連絡しなよ。なんでやねん、必死になってやっとや。しがみつくで。ええ年齢やからな。舐められんように会社では強気でいけ。相手が上司でも年下ならそこは分からせなあかんからな。強気はダメだろ。
お前、仕事できなさそう。新人の気持ちで行くわ。頑張ったやん。ワイも来年から頑張る。お互い頑張ろう。頑張れ。てか今までどうやって生活してたの？貯金切り崩して生きてた。若いのに舐められんようにパンチパーマ当ててけ。新人らしく単発で行く。週末に床屋行くわ。子供いるんか？仕事はどこで探したん？子供はいない。嫁さん子宮の病気でワイも子だねなかった。仕事はハローワークや。おめでとうございます。おめでとう。俺も先月から無職なので来年から頑張るわ。なんかおめでとう。頑張ってる。頑張ってる。何回言われるの分かってるのに、何税で見え張らずにプライド捨ててすれ立てるのは評価に値する。おめでとう。前すれ立てた時に、何税民には勇気もらったんや。報告がてら感謝や。おめでとう。ありがとう。おめ。Y は22歳無職だけど頑張るわ。頑張ってな。Y も頑張る。おめでとう33歳無職より。ありがとう。地な資格は結構持ってたりするん？床上操作式クレーン、玉掛け、フォークリフトぐらいや。難しいのは持ってない。現場叩き上げや。すごい。今までも頑張ってきたんやな。頑張ってはきた。輝かしくはないけどな。アルバイト？正社員や。おめでとう、すっぽん待ってたで。嫁さん大切に。いっち、よかったな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。わい、お先失礼します。上司、ちょっと詐欺さんは？わい、やだな。今日有給っすよ俺。あ、そうだった。ついうっかり。しっかりしてくださいよ。もうボケたんですか？うるせえやい。アットホームな職場やろ。あかん。社会人エアプ。有給ってなんだよ。給料があるってことやろ。有給勤務。無給勤務しそうやな、かわいそう。出勤してお給料もらえるし。まるで出勤しても給料もらえない日があるかのような言い方やな。人間関係次第だからね。なんで会社いるんですかね。無能上司やん。ちゃんと把握しとけや。もう終わりだよ。怖い。自然体だ。有給と詐欺残は別やろ。有給でも詐欺残やれや。アンチオツ。半日有給だから。ホワイト企業。ええ会社やね。こんなところで安月給で働いてるアホが、この世に存在したら笑い止まらんやろ。見てみたいわ。よし。これどっちかというと上司の方が休みなのに出てくる印象。残業つかないから。地獄だよ。素晴らしい有給。休暇なんだけど意識の高い社員が自主的に自己啓発してるだけだぞ。詐欺残って表現は不適切極まりないわな。暖かい職場やね。有給って残業なしの日のことやろ。妙なってか気持ち悪い会話や。地獄に地獄を重ねる。ネタでも恐ろしくて草。なんか親でも人質に取られてるからこんなところで働けるの？無能な人間だとこんな共同体でもしがみつきたくなるもんなのかな？ Y の会社、PC 起動したら自動的に勤怠取られる。詐欺残したいのにどうすれば？共有アカウントでログインするとか、PC 使わない業務を残しておくとか、やり方はいろいろあるぞ、甘えるな。詐欺残できない方がええやん。コンパネでソフト落とせ。Y は全部持ち出して残業してるぞ。残業代稼ぐより短時間で成果残したと上司から評価されるからおすすめや。前任者二人分の仕事しとるやんとか言われとる。意味がわかると怖い話。全員狂っとる。もう終わりだよ。闇が深い。そんな会社潰してしまえ。17時からは趣味の時間で会社にいるだけだから仕事じゃないんや。文句あるか？悲しくなったわ。まあまああるだろ。有給？ボーナス？むしろ勤怠外の休日こそがっつり働かせるべきでは。20代で700はもらわんとやってられんわ。有給消化しないと総務が悲しむからな。しゃあない。有給で出社した時は残業しなくても良い良心的な会社。下手なホラーより怖い。こんなやりとりマジで存在するんか？こういうネタはネタとして笑えるからええけど、たまにヤフコメで主要感覚のガチ勢おるの震えるわ。まあでもこれはある。8時間いるわけちゃうけど、1時間だけどうしても出なあかんとか、本当はダメなんやけど。ねえよ、普通は時間単位とかで休み取れるからな。いや、時間単位で休み取れるけど、先に1日取ってて客先の都合で一瞬顔出さなあかんときは、めんどくせえからそのままやわ。社内の都合で有給の日に出てこいとかはありえんけど、7時間で再申請すんのか？有給だから私服で会社来てるわ上司。楽しそう。後輩辞めるらしいけど、有給使用できずに最終日まで出社するらしくて草生える。責任感強すぎやろ。 Y なら何言われても全消化するわ。会社が拒否や。へ、使いたいだろうに使えず、仕事中空見上げてるのかわいそうや。今年有給20と響さんと欠勤10してるだけで、有給使う権利はあるやろに。どういうことやねん。そんなことできないんだよな。押されて負けたやつが悪い。ジャパニーズジョークやね。有給日には詐欺残免除されるとかホワイトやん。Y 体調不良で休みすぎて有給ないわ。アットホームル。こんなん実際ありえないやろ。完全週休2日制。奴隷の方がまだホワイト。
社畜は大変だな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。年間休日105回、職場で絶望中。トイレで泣いてる、しんどい。疲れたよ。やめたいよ。まだしかも帰れない。年間休日135日は、鼻で笑う、ちな有給使ってお盆休み延長中。転職するわ。今の職場ほんと頭おかしい。転職する気力もあるか怪しい。120でも辛いのに105とか続けられる気せんわ。Y より、丸1ヶ月以上働いてると思うとすごいな、っち。自分でもすごいと思う。今までこんなに働いたことなかった。Y も105や。しかも給料クソ安い。どれやん。早抜け出そや、こんな仕事。早く年間休日365の Y の仲間入りしようや。105は辛いね。やめればええやん。とりあえず10月まではやめられない。大事な仕事があるから10月までは頼むからやめないでくれと言われた。さっさとやめろや。何を気遣ってんのかがわからん。退職届投げつけて終わりやで。正社員やろ。退職代行でも何でも使ってやめろ。会社は何も守ってくれへんぞ。自分の身は自分で守れ。追加で金くれるとかじゃなきゃ、会社にとって都合良すぎだろ。ブラック企業に、恩もクソもないんだからそんな義理ないやろ。さっさとやめろよ。やめたらどうなるん。105日のとこにいたけど、実際は105日も休めないやろ。90割ってたわ。割ってるね。実際は人手不足すぎて余裕で出勤させられる。クソみたいな待遇で続ける意味ないぞ。葬儀屋やけど94日や。精神的におかしくなってお化けもよく見るようになったし発想。94日って。霊感商法とか引っかかってそう。なんか体験談教えてくれ。Y 週3勤務やで。仕事内容もクソ楽な代わりにお金カツカツやけど。やめた方がいい。104って4日に1回くらい休みやろ。なんとかなるやろ知らんけど。田舎は手取り12万。年間休日50日。124日プラス有給20の Y でも、こんなに辛いのに。休み少ない会社って休み少ないだけでなく、給料も人間関係も仕事内容も何もかも悪い。そりゃ余裕がないからこの休みの少なさなわけで、当たり前っちゃ当たり前なんやが。Y は125日。年給少ない会社って多く働いてるわけやけど、その分給料は多かったりするん。安いぞ。初任給17万5千円やった。昇給は1400円。Y は月収32万やでなお仕事内容。年給少ない仕事って、だいたい手取りも少なそう。Y も就活区から、104日の仕事行きそうになったわ。土日祝と夏休みと年末年始。ただし月1回の土曜日出勤あり。Y のとこはこんな感じや。有給休暇取りやすいのが助かるわ。重要なのは年間休日より、残業時間やと思うわ。やっぱこの国おかしいよな。時給換算したら、最低賃金割ってそう。何時基準やと残業40でも余裕とか言うからな。20でも普通に疲れるわ。年間休日105日で働くって学歴は高卒？まさか大卒でそんな職場おるわけないよな。Y は引率やけど年給50もないで。というか有給も全部使って、祝日全部休みでさ。盆正月も1週間ずつ休みあるけどトータルで45日くらいや。みんな厳しいんやな。Y90。電気工事士 Y？ 今月休み1日だけ。年間休日60日くらいやと思う。弱電ならいいけど、強電なら辛いな。強電やで。まあ強電なら昼、夜とかないからええか。完全週休2日で104日。祝日16日。土日と重なる場合もあるけどな。盆正月で各5日。年間130日がデフォやな。そんなブラックどうやって見つけるんや。田舎だと普通やな。むしろ多いくらいや。転職で年930日のとことか行けるんか？かなり有能やないと無理ちゃうんか？そもそも見つからんやろ。それはもう業種によるとしか。大体業種ごとに、休みの日数決まってるようなもんやし、休み増やそうと思ったら用紙から変えた方がええ。休み少ない仕事なんか、サボりながらやるものやろ。物好きなんてそうそうおらんから、どうせ代わりなんて持ってこれんし強気に行け。勤務時間が、9時17時じゃないやつって。9時18時や外単か？例えば月給30万円、月間稼働日数が21日として計算してみましょう。8時間勤務の場合だと時給は1785円です。それに対して7時間勤務なら2040円。搾取やで。Y13 年金が、明日からまた12年金。日本に年給100日以下の会社が、ゴロゴロあるという事実。やばすぎ。田舎は週1が普通です。年給少ないのに給料クソ安いという矛盾。Y の人生マジで仕事しかないわ。友達もおらんし他にすることないからええけど。俺は年間休日120って聞いててさ。実際は有給込みで90日台あって、次の日電車で倒れたわ。苦しすぎて。この苦しみはなかなかやと思う。有給ってそんなもらえんの？めちゃくちゃ大手やからな。
有給はちゃんとくれた。ただ休日が90切ってたな。有給込みでギリ100いかないくらいあった。しゃあない。Y は零歳でひたすら出勤しとる。明日から12連勤や。ハロワの求人票見てると休日65日とか平然とあるのビビるわ。ずっと大変の泣き寝入りで奴隷人生を謳歌してそう。日本人の大半がそうやろ。もちろんお前も奴隷なのは変わらん。110って一見最低限はあるように見えて、波の122日くらいと比べると月1日も仕事多いんよな。ゴミやな。こういう奴隷がおるから経済成長せんのや。奴隷のおかげでなんとか経済が回ってるのが今の日本やぞ。日本国民の大半が奴隷や。もう終わりだよこの国。ハロワとかやべえよな。ハロワの求人で120日休みと有給って書いてあったのに、実際90日くらいでブチ切れたわ。ハロワ通して入社してないけどハロワに求人出てたから、ハロワに文句言いに行ったら、法律は守ってるから何もできんって言われた。年間休日53日あれば、法律守ってるから、120日ってハロワに嘘求人出しても、全く問題ないみたいや。日本怖ってなった。Y 大手で働いとるけど年休95日しかなくてくさ。休出&休出のクソ。田舎は有給なんて高級なものもありません。Y なんて緊急時全部出勤やから休み60日とかやと思うわ。ハロワとか110で有給使えればクソホワイトよな。クソなとこほど休みや残業で転職しがたいってほんま悲しいよな。地方のハロワ求人困難ばっかやで。そや都会に人逃げるわ。ま、そやみんな田舎から出るわ。起業するしかないな。まあ楽な仕事ならええけどな。今のとこ130あるけど仕事辛くてゲロ吐きそう。楽で110のとこに戻りたい。金使う機会があるわけでもないのにボーナス上げてもらっても意味なかったなってほんま思う。転職して休みが倍になって、残業もほぼなくなって世界が変わったわね。めちゃくちゃ大手で90日切るってどんな業界や。建設。いい加減休日の数ももっと改善しろよって思うわ。一部で土曜休みが始まってから何年経ってんねん。完全週休2日制義務化で公務員は週休3日くらい始めろよ。105やけど残業だけは厳しくて毎日8時始業の15時30分上がりやわ。固定給高いの？残業全くなしなら稼げんやろ。給料は安いで、残業ないと手取りで15や。ご同時じゃないと無理やん。前勤めてたところは年間休日80日切ってたな。さすがにすぐ転職したけど。年休365日の Y、高みの見物。お前の勝ちや。昔110かつ有給取りにくい職場やったけどほんまに無理やったわ。110なら全然怖いとやな。今は120プラス有給年間20消化余裕のとこに転職したわ。どんどん転職した方がええぞ。人手不足はこれから加速する一方やし、景気もこれから1年くらいはかなりええやろ。週休3日の方が経済は良くなりそう。転職したら年925所定7時間残業ほぼなしのクソホワイトになったから、お前らも頑張るんやで。正社員ってどうやってなるんや。契約社員にしかなられへん。現場系は年間休日80日いかないぐらいなんやろ。よく体持つよな。データでは転職で以前より待遇下がったの割合の方が多いんじゃなかった。祝日休みなんてないレベルやろ。夏休みとかあってもなぜか土日のどちらか潰れて休日の総数的には変わらないというわな。休んでもやることないやろ。舐めるな100もないわ。どうせそんなところ給料も安いんやろ。さっさとやめんや。ブラックをやめんやつのせいでブラックがはびこるんやぞ。年920だけどビル面なので当直ありシフト制だわ。土日祝関係なし。零歳の面接しに行ったら土曜日2年休んでないけどいいかって聞かれて言葉詰まったわ。求人票の休日数何やったんやあれ。そりゃ地方に週休4日12万の求人前上がってたな。めちゃくちゃやりたい衝動に駆られたけど我慢したわさすがに。面接でまだ正直に言ってくれるだけマシまであるかもしれない。辞めるのって1ヶ月前に言わんとあかんのよな。ワインとこそう言われてるの聞いたぜ。法的には2週間やな。まあでも1ヶ月くらい前に言うのが常識ちゃうか。2週間前でええんか。でもまあやっぱ1ヶ月前よな。退職決まってから有給消化してる人羨ましかったわ。ワインの時絶対無理そうやし。退職前は有給使い切る権利があるんやで。法的には会社はこれを断れない。105日って週休2日祝祭日なしやな。ワインも新卒で入った会社が初年度そんくらいや。120日休んでるやつに比べて1ヶ月ほぼ丸ごと働いてるんやなと思うとものすごい辛くなったのを覚えてる。給料低いが年135休めてほぼ定時上がりやし、リスクを冒して転職する気にはならんが将来性ないからやっぱちょっと怖い。普通にええやん。Y なんて会社カレンダー104日くらいなのに、その中の7日が祝日に有給強制消化なんやぞ。たくさん休みたいな。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。2016年2月25日とあるスレが投稿された。
職場でミスったらルンバの監視係になった。割と辛い。それはアンにやめろと言っているんじゃ。かもしれない。何もすることがないのってマジで苦痛。頑張ルンバ。踊ルンバ。監視という名目でルンバに乗りながら移動できるから楽だな。空想ルンバ。オフィス一室に月5台くらい増やせば楽しくなるぞ。ここでやめたら会社の思うツボ。定年までずっと見張ってろ。きちんと報告書あげろよ。報告書とかはないの。ルンバの監視って具体的に何すんの？故障したりトラブルがあったら担当者を呼ぶ。月曜からやってるけどまだ一度もないけど。頭冷やしとけ。それかもうやめろ。どちらなのか。人間のあるべき姿じゃん。仕事を機械にやらせて、それを監視する。最高の勝ち組だよ。ゴミの量、駆動時間、充電時間、走行量、いろいろなデータ取りまくれ。グラフ化して発表しろ。改善案を出せ。無駄と思えるデータも全て取れば何かしらの相関が見えて、面白い考察できるぞ。それって、夏休みの宿題みたいだよ。仕事じゃなくない？そもそもルンバの監視自体が、仕事じゃないだろ。ルンバ可愛いじゃん。ルンバと友達になればいい。一日の流れを教えてくれ。更衣室が5部屋あるんだけど、朝と夕方しかみんな使わないから1日かけて全部回る。5部屋だけを1日かけて回るのが一致の全ての仕事か。空いた時間は好きなことしてていいの？暇を自由に使えるなら資格の勉強もできるね。でもルンバ見てないといけないし、あとたまに忘れ物取りに来る社員と出くわすと気まずい。楽しそうな仕事でいいじゃん。ルンバ監視してるだけで皆さんと同じ給料もらっちゃっていいんですかね？って冗談言ってみて。もちろん給料も下がった。何万なの？反映されるのは来月の給料からだけど、5万くらい減るはず。っていうか、どういうミスをしたんだ？備品管理の記録サボって会社の備品の在庫とか発注履歴がわからなくなった。首にならん分マシだな。なんだただのアホじゃないか。ルンバにカメラ積んでモニタリングにすればサボれそう。ルンバ引き連れて反乱起こそう。群れるルンバの前に立つエッチ。やだ、かっこいい。ルンバ2台しかない。ルンバ1台1台に赤旗掲げて労働者の怒りぶつけてやるんだ。ルンバに録音や撮影機能を取り入れて盗聴や盗撮して上司の悪事を暴け。いつまでルンバが仮のままなんだろうな。年度末？ルンバ導入したのが今週からだからそのうちいらなくなるかも。といつかいらない仕事だと思う。お前もいらないんだよ。ルパンに見えた。それならかなり激務な部署だな。とっさん。バカモン俺が銭形だ。別に堂々としとけや。老気強すぎて首になんてできんから。すれたいで笑ったわ。いいじゃん。アホなミスやらかしたのに掃除だけで給料がもらえると思えば。ルンバの監視をずっとは辛いよな。エッチが首にならないといいけど。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。上司1時間早く出勤して掃除しろ。俺わかりました。俺、言われた通りに掃除をする。そして出勤時間になった。1時間早く出勤して掃除しろって言ったよな。なんでやってないんだ。やりましたが。やりましたが。は、俺が間違ってるとでも言うのか。いえ、間違っていません。ってことは、掃除はしたのか、してないのか。していません。ここで上司がクソでかいため息。うぜえ。そこはやってきたでいいだろ。うちの近くの銀行がそうだわ。新人何人かがほうき持って外掃除してる。別に掃除くらいやってもいいんだけどな。飲み会感じの俺。1人3200円のところを3000円ずつ徴収して200円かける人数を自腹で負担。本当は3000円もしないのに多めに集めて着服してるだろ。していません。そんなはずねえだろ。お前のやってることは全部お見通しなんだよ。横領で首にすることもできるんだぞ。これは劣気とした犯罪だぞ。わかってんのか。消えろ。要はお前が嫌われてるだけの話。ボイスレコーダーわかったか。俺、お茶組をやる。どうせお前のことだから雑巾の絞り汁とか漂白剤とか入れてるんだろ。お前のやってることは全部お見通しなんだよ。申し訳ありません。お見通しって言葉好きすぎだろ。今後はボイスレコーダーで全部録音しとけ。うぜえは使えないやつの証拠。できるやつはどこがダメだったのか下手に出て聞く。仕事してや理不尽なことなんて数えきれないほどあるからな。どこがダメとかねえよ。最初からダメに決まってるって決めつけられてるから、何やっても無駄。そういう考えだから無意識に態度に出てるんだと思うぞ。反抗的な態度は取らず見かけは従順にしてなきゃダメ。そんなの奴隷契約じゃん。それでもお前の汲んだお茶を飲んでくれるなんて愛のある上司じゃないか。飲まずに流しに捨てられたが。お前以前に何かやらかしたのかよ。お前大卒か。はい。そんなわけないだろ。本当のことを言え。意味わかんねえ。意味わかんねえのはお前だよ。大卒ですよ。履歴書見てもらえばわかると思いますが、でスルーすればいいだけだろ。被害妄想の塊すぎて笑た。その上司は病院連れてった方がいいんじゃねえの。被害妄想っていうか、俺が若い頃こうだったから今の若いやつも同じに違いない。
ていう考えみたい。つまり上司が若い頃は掃除サボったりお茶に雑巾汁入れたり、飲み会の金を着服したりしてたってこと。マジか。社会出るの怖くなってきた。弱すぎだろお前。お前も相当ヤバいぞ。上司と一緒に病院行ってこい。出るとこ出ちまえ。会社も擁護しないだろう。いじめられる奴にも原因あるって本当なんだな。上司もクソだけどお前もお前だわってのが何か伝わってくる。お前何歳？相手は役職どの程度の上司だよ。俺は26歳。中途採用で入社3ヶ月。上司は50歳くらいで役職はうち独自の役職名だけど。一般的な役職で言うと課長か課長補佐くらいになると思う。ただ年功序列の考え方が強くて役職よりも勤続年数の長い方が発言権があったりする。その上司は何と戦ってるのさ。下っ端いじめが趣味なんじゃねえの？なんで掃除したのに嘘ついたん？上司の鬱憤晴らしに使われたの？俺が間違ってるとでも言うのか？とか、やってないと言わないとひどい目に遭わせるぞとか、脅されたからだよ。はっきり言える場面でも言わないで従うとかお前の方が異常者だわ。上司がそんな状態になったのはお前にも原因がありそう。はっきり言える場面なんてねえよ。常にとにかく否を認めて素直に怒られろっていう圧力がある。上司以外の連中も余計なことを言って上司さんを怒らせるなって感じだし。実際こういうやついるよ。仮に掃除しましたと言い張っても、こんなんで掃除したって言ってるのかとか切れ出して余計に話が何倍も長引くだけ。まだ若いんだから転職するのは？その上司より上の人に相談できればいいけど無理なら録音してからの手段が一番効果的だろうな。転職先は探してるけど、ただでさえ田舎は仕事が少ないからなかなか見つからない。バカってなんで解決策練らないんだろうな？こんなとこに書き込んで解決する問題なのか？解決するよりさっさと次の仕事見つけて逃げた方が楽だし。仕事辞めるのはいいけど、上司に一泡吹かせてからの方がスッキリするだろ。下手に恨まれたら家まで押しかけてきそうだし。仕事はいつからなの？ずっとデスクワークで一日中同じ部屋にいるの？8時30分から。基本はデスクワークだけど外でやる肉体労働系の仕事もある。ずっと一緒というわけではないんだな。体壊す前に辞めろよ。仕事中はずっと一緒だよ。外に出るときもチームで動く。ブラックっすね。トイレこ常に仕込んでおいた方がいいっすね。解決する気も告発する気もないなら素直に転職先探した方がいいな。精神すり切れて一時的にそういう気力もないのかもともとそういう行動取れない性格なのか知らんが。まあ新たな転職先で頑張れよ。上司一人が敵なら戦う気にもなるけど。他の連中も俺を生贄にして自分たちは知らぬ存ぜぬを貫いてるからな。仮に上司をなんとかできたとしてもその後あいつらと一緒に仕事する気になれん。このレスだけ見るとむしろこいつが掃除もしてなくて着服も実はしたことあるように見える。お前以外には当たらないの？そいつ以外の社員もそいつに同調してるの？今いる人はやられてないけど俺が入る前にいた人がやられてたみたい。その人が辞めたから募集がかかって俺が採用された。同調というよりみんな自分に矛先が向かないように互いに牽制し合ってる。お前学生のいじめじゃないんだぞ。相手は社会的立場のある人間でお前の話が本当ならそれなりの処分される案件だぞ。周りの奴らなんてどうせ何もできない奴らなんだから気にするなよ。無理宣言をせえな。そんなんだから役立たずって言われてるんだろうが、全員ヤバい会社説。なんやその会社。一致の上司もひどいけど、ずっと言いなりの一致にもイライラするな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。最終面接で発達障害カミングアウトした結果、再検討になってくさ。やっぱ発達障害受け入れられねえじゃん。なんでわざわざカミングアウトするんだよ。言っといた方がいいかなって。初出勤後にして、どうぞ。ほんこれ、入社後なら裁判で勝てるのに。カービィとか好きそう。カービィは好きやないな。具体的にどんな感じの症状なんや？就労に支障とかあるん？まあ他人よりミス多いし、慣れないうちは支障はあるんじゃね？そりゃ普通の人か発達障害の人かなら普通の人入れるやろ。当たり前やんか。一番最初に最終面接来たやつが発達障害やったら会社もびっくりやろうな。樽一杯のワインの中にスプーン一杯の毒。もう飲んでも大丈夫ですと言われたところで、自分は飲むのか。飲めるワインは他にもあるのだ。ADHD か？うん。ADHD ならアクセプタとか、ストラテラとか飲めば普通レベルに仕事できるから隠してもよかったかもな。ただ事前に言わないと解雇自由になったりするから、隠すのも本当はあかんのやけどね。会社にも自覚なしの ADHD とか、アスペラ式やつがいるけど結構本気で困ってる。会社は基本的に敵だぞ。アホな正直者やな。言った後にやらかしたって思った。カミングアウトなんてしたら社会的に消されるぞ。入社した後に一旦やないから詐欺ちゃうわ。生きるために詐欺するべきやった。ほんまにな。アホやわ。
そもそも仕事で金から解雇の何が悪いんや。誰彼関係なく使えない人間は切るのは当たり前ちゃうんか。薬飲んどけば結構軽減できるっぽいぞ。ニートでもするか。薬飲んだけど効果なかったわ。副作用なるし、それより日常生活正した方が改善できたぜ。Y は ASD と ADHD な Y。 仕組みの見物。今何してんの？学生？いろいろ働いて鬱にもなって勉強したいという気持ちが強くなって、今は学生してる。障害については事前に知ってもらう方が断然ええで。今度からは言わないわ。隠す。悲しくなってくるわ。嫌な気分にはなるけど、会社も人やししゃあないかなって思った。就職できなさそうでやばいけど。薬効かないのか。こういうこと言うと申し訳ないが会社の ADHD っぽい先輩がいるんやけど、集中力ないし、ミスしまくるし、言ったことやらないしですっぽい困らされてる。できれば、ADHD でも支障をきたしにくい仕事についてほしい。そんなものはない。しゃあない。切り替えてけ。人体の不思議のモデル役は？言っとくけど、Y 健常者と変わらんからな。いや、さすがに言い過ぎか。変わるわ。ADHD って今の社会に絶望的に向いてないんだよな。会社勤めには正確さとか、計画性とかが求められるからさ。そこがどうにもならんとな。使い物にならんからな。芸人とかアイディア一発勝負の仕事とかぐらいな感じする。経理とか細かい仕事なら他人に任せればいけるんかな？ ADHD は異常なくらい妄想癖あるからもしかするとってのはあるかもね。アイデア勝負の仕事は外国に流れていったんだよな。ADHD での仕事探しは大変だな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。上司お前また遅刻かよ。僕自分 ADHD なので上司障害を言い訳にすんなよ。ADHD を言い訳にするなってどういうこと？つまり足に障害がある人にダッシュを強要するってことだよね。自分は足に障害があるのでダッシュなんてできませんって言ったらそれも言い訳ってことになるんだよな。え？そういうことだよな。別に言い訳にしてもええやろ。足がない人が歩けないように、ADHD も時間を守ることはできない。それだけの話や。面接で言った？今回は伸びんかったな。会心の一撃になると思ったのに。ダメだった。本人に言えよビビりやろう。どうせ、あ、左遷、排出。とかボソボソ言っただけだろ社会不適合者。時間は守れるやろ。だから、無理なんだって。そういう障害なんだから。お前命がかかってても遅刻するの？せんやろ。甘えや。診断受けたんか？受けたけど。決めててくさ。Y の友達でも ADHD のやつおるけど、そいつはちゃんと時間守れるで。お前は ADHD の中でも劣等で怠け者なだけやろ。高卒でも社長になった人はいる。だから高卒は優秀とか抜かしてそう。掲示板で生きるやつ、上司の前ではビビって何も言わない説あるな。そもそも仕事してないやろ。しまった、そうか。甘えるな。もう飽きたんか。8時出社で遅刻するなら10時にしたら間に合うの？言い訳にはなるけどそれが通用するかは別の話やろ。甘えやん。Y は ADHD で遊びとかは正直遅刻する私物もよくなくすけど、会社は遅刻しないで。実際は年1回くらいはするけどその時は普通に謝るし。まあまあ伸びたのでアンチの負け。Y はうまく時間調節できないから待ち合わせはだいたい1時間前に着いてまう。心まで ADHD になるな。はい Y の勝ち。雑魚。発達障害が配送しててくさ。実際福祉の本質を極めるとそういう部分に行き着くんやろな。なんで無理なの？対策方法あるやん。フレックスのとこ行けよ。ASDL を自慢する奴が大嫌いです。ADHD は甘えだよね。口だけは達者やな。 A はダッシュじゃなくてジャンプだからね。遅刻するやつは普通にゴミ。ハイワイの価値。じゃあの ADHD とかいう人類の天敵。テコンダー僕の登場キャラかな。俺 HDMI だけど自分 ACDC なので。言い訳されても会社も困るよな。引き続き仕事関連のスレを紹介するよ。就活で TOEIC の点数って嘘ついてもバレないんか。教えてなんジェイミン。どうなん、面接の前に証明書とか求められるんか。みんな嘘ついてるんか。何点にするんや。730ぐらい。実際は650ぐらい。これぐらいなら盛る必要ないやんけ。大丈夫やで。ま、バレへんかったわわい。800点くらい取ったことにしとき。絶対バレん。ほんまか。バレたら企業は問答無用でクビにできるわけだけどやるんか。資格はやめとけ。多分いける。バレてひどい目にあったジェイミンおったやろ。内定もらった後に証明書出せ言われるんじゃないの。例えばもし求められてもその後その点数上回る点数取ってみせやええんよな。履歴書に嘘書いたことには変わりないんやからきついやろ。まあ内定取り消しまではいかんやろうけど。ちゃんとしたとこは提出求められるで。 Y は勘違いして低めに書いて出したんやけど求められて提出した時にちゃんと書きなさいって怒られた。
バレないで。Y も不安だったから証明書偽造までしたけど、そこまでする必要なかったと思う。証明書偽造は草。Y は180点やったわ。スコア出せとか言われたら受けに行け。TOEIC って言って恥かいたことあるわ。Y 大学で受けたオンラインの IP テストの点数書いたわ。その場で点数出るから紙もないし。735時で誰も確かめんやろ。嘘こいてもバレへん会社に勤める気なんか。600までは書く価値なし。700からは絶対バレるからやめとけ。ガチでバレんけど、入社後受験させられるけど問題ない。いけるって言ってる税民とやめとけって言ってる税民いるんやが、どっち信じたらええんや。資格系は嘘ついたら終わるぞ。証明出さなあかんくなるし嘘バレたら内定取り消しまである。 TOEIC は資格じゃないで。そこは言葉のあやや。期限切れたで受け直せばええ。証明なくしたけど買い取るわ。 Y も550点しかないけど650点取ったことにしとるで。普通に勉強して取った方がいい気はするが。証明書でバレるやろ。証明書の提出とかなかったんやが。 Y955 って言ったで。実務で英語踏んで疑われて提出求められるパターンだな。普通に懲戒解雇されるし、下手したら私文書偽造まで行くぞ。証明書とかほんまに言ってる？求められる企業普通にあるぞ。リスクとリターンに合わんやろ。 KDD 丸は提出求められるぞ。 TOEIC の点数なんか、盛る意味あるか。大したリスクもないけど。英語の点数は安定するので、何らかで確認の形となることあったら簡単にバレるで。確認があるかどうかが分かれ道やな。 Y973 ちなはや。 Y 受けに行った時はリスニングの正解が読まれるタイミングで頭良さげなメガネがカリカリしてたから、それコピって後残りは適当マーク。それで470点取ったわ。天才じゃないかと思った。全部コピレや。700までなら普通に勉強した方がええわ。金フレ詰め込めばいけるやろ。Y は840くらいあるから嘘はつかんぞ。バレンシ会社側も平気で嘘つくし、お互い様や。面接ん時にガチモンのやつに英語話されるんよな。TOEIC 高くても話すのは別やない？話せないやつ結構いそうや。750ぐらいやけどリスニングとスピーキングは終わってるわ。日常会話すら自信ない。800とかだと完全に積むで。税民が言うほどハイスコア持ちなんかおらんからすぐバレる。TOEIC 650も730も大差ないし、どうせ800は超えないと英語できるアピにならんからリスクしか背負わんぞ。覚悟決めて850くらいまで盛るか正直に言うかの2択。TOEIC って点数取れてたらほんま実務に繋がるん？職種によるとかはそうなんだけど、英語力の指針としては信用できるんか？800くらい取れてたら最低限の基礎はできてるって足切りの目安にはなるかなくらいや。リーディングの問題は多いけど簡単すぎる。リスニングに至っては満点近く取れても映画字幕なしで見るのすらほぼ不可能なレベルや。800以下なんて英語できませんとか言ってるようなもんやし、嘘ついたところで変わらんぞ。意外とバレへんぞ。転職するまでの5年間特に何も言われなかった。弊社は内定後に提出するぞ。ぶっちゃけ応募資格にスコア要求されてるところじゃなきゃ確認されんやろ。マジでやめといた方がええよ。バレない可能性の方が高いけど、バレたら終わるしリスクがでかすぎる。フェイクイットテルユーメイクイット。演じ続けられたら勝ちや。豊丸とかあの辺は開発や総合職は新卒時700点で管理職で800点やったやな。豊丸は TOEIC 取らないと昇進できないらしいな。大企業で昇進に TOEI 丸の点数がいらんとこなんかあるのか。 Y が迷ったところはいらんかったな。こういう時に嘘をつけるやつじゃないと社会で通用せんぞ。一致 TOEIC ならないだろうけど、資格手当つくならばスコア提出求められるからやめときな。手当は電屋が求められたで。 Y は転職屋が入社前に証明書類提出させられたわ。スコア見せろ言われないの？社員の所持資格の確認なんか労務管理の基本中の基本。スコアシート提出しない会社なんかないと思うが。特に TOEIC は厳しいんよ。目標スコアとか昇進必達スコアとかあるしな。ざらにあるぞ。転職の時に履歴書に書いたけど7から8年前のスコアなんて残ってないわ。いや正直に言えよ。英語で盛ると、君英語が得意だったよね、これお願いという自爆イベント発生あるからな。運が悪ければな。 TOEIC は簡易的な知能テストだから会社が重宝するのもわかるわ。 Y も経営者やがめんどくさくなったら TOEIC の点数で判断すると思うわ。実際あのテスト解ききれんとか仕事も遅そうやしな。バレへんわ。証明書出せって言われたら出す義務でもあるんですかって反論しろ。雇わんだけやろ。提出いらない企業ってそもそも TOEIC の点数なんてほとんど見てないだろうし、盛る意味なさそうだけどな。偶然論。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は無能すぎて自分だけの部署が設立された一致の話を紹介するよ。仕事ができない俺、何をやらせても結果は出ないだけでなく損失も出してしまう。
同じミスを繰り返す無能。この度、社内の見回りと元倉庫の部屋で、古い資料をデジタル化の仕事をすることになった。社内の見回りは午前と午後の1回ずつ。元倉庫の部屋は俺専用の部署。大事なデータはすでにデジタル化しており、俺の作業はそういうの抜きにした、一般的なデータをデジタル化する。ノルマも何もないです。年収も据え置きでここが俺の仕事になりそうです。チャンス欲しいと頭を下げたら部署移動止められないかな。自分一人で何の意味もない作業をするのは苦痛だよ。辛すぎる。一生安泰だな。メンタル崩壊しそうだよ。怖い。年収据え置きなら天国じゃん。余計なリスクを負わされるよりはるかにマシ。でも出世の見込みないからこのままほとんど給料変わらないんだよ。終わってない？出世できる能力ないから追い出し部屋に入れられてるって気づけよ。部長やん。勝ち組じゃん。追い出し部屋おじさん説明。やっぱりそういう感じなのか？邪魔なのかな俺。とりあえず明日遊ぶゲーム探そうぜ。それって会社を辞めさせるための移動だから。マジでそんなこと現実にあるのかよ。フィクションだけと思ってた。減らないだけいいじゃん。こんなわかりやすい窓際ある？やっぱり窓際なのか。働かなくても給料出るじゃん。遊び放題じゃん。年収増やしたいなら転職すればいい。安泰がいいなら今のままでいい。年収いくらよ？33歳。年収430万円。査定低空飛行でこれとか。相当大企業やね。勝ち組じゃん。羨ますぎる。ニートの俺に必要なのはそういう仕事。とりあえずその作業を全部終わらせたら次のステージがあるんだろ？どれくらい作業あるのかわからないな。逆に喜ぶわ。マジで。これがマジなら相当羨ましい。部長やん、栄転おめ。見回りって何するの？社内の見回りだよ。働いてる人とかをぐるっと見るだけ。そう聞いたよ。それはお前を晒し者にして自尊心壊すための業務だからな。見回って何が起こるかわかるか？そんなこともわからないようだから追い出されるんだよ。社員何人いるか知らんけど、いろいろなチャンスがあるような気がする。その業務終わったらどうなる？多分別に用意されてるんじゃない？まだわからない。それ給料据え置きとは言われても、ボーナスと昇給なくなるからな。本当にそんなのあるの？庶務にじゃん。能力に見合わない業務もパワハラ要件に該当するから、労基に行けば対応してくれるけど、能力相当となった場合どうするかだな。穴掘ってまた埋める作業に比べれば天国。めっちゃいいじゃん。お前辞めたらそれ以上稼げないぞ。一応マジレスしとくと文書の電子化は用にもよるけど、外注すると人件費が鬼のようにかかるから、数千万円から数億かかるんだぜ。正直羨ましい。見回って仕事できないやつ仲間にしよう。一日中同じ部屋で同じ作業とか、頭おかしくなって精神病むだろうな。会社に貢献すれば部も大きくなる。見返してやれよ。俺なら毎日楽しく過ごせそう。クソブラックで理不尽な業務を振られるのとどっちがいい？毎日見回りして全社員の笑い者になるんだろうな。あいつが倉庫番に異動になった無能らしいよってな具合で。どういう設備使って電子化するのかわからんけど、やってるうちにゴールの目安はわかってくるだろうな。定年になっても終わらない業務だとわかったらどうする？羨ましがる人いるけど本当ならメンタル持たないだろうな。適当にスマホいじっとけえやん。アホなの？追い出し部屋だからといって不真面目にやったらアウト。それだけで業務態度を原因にして懲戒にするための部屋だぞ。それやったら職務専念に違反したとして解雇だからな。嫌いな奴がサボってるって報告しようぜ。スマホいじったくらいじゃ解雇は無理だけど。私は何もできない無能で、あなたたちに寄生してるゴミですって看板つけて歩かされるようなもんだろ。なんかデバイスとプログラミング勉強して、半自動ぐらいまで持っていこうず。見回るついでに上の人に差し入れ持ってけ。技術の鬼になるか、栄養の鬼になるかか。仕事探してる外国人にでも仕事やらせて、お前は寝てればいいじゃん。サボりまくろうぜ。いわゆる窓際ってやつか。ポジティブに考えれば楽な仕事で給料もらえるってことなんだろうが、いろいろきついな。一緒にやるから雇ってほしいくらい。匿名係か。終身雇用のアホらしさが詰まってる。ベース収入確保した上で副業いくらでも考える時間あるのかよ、羨ましいな。必要だからやらせるんだろ、無能なくせに意味のない仕事なんてよく判断できたな。そんなクソ雑魚に年間何百何千万もお金かける会社がかわいそう。その仕事で定年まで430万円だったら羨ま。2、3年で追い出すための部屋だよ。業績悪くなったら最初にリストラされる。紙資料のデータ化はマジで必要な仕事だぞ。捨てられないけど無駄にスペースばっかり食ってる。年収300万、俺は IT 系下っ端だけど、無能すぎて資格取れなくて、このままだと将来きついぞって上司に釘刺された。クビにしないということは雇用する価値があると思われてるということ。頑張ろうぜ。いきなり解雇は誰でもわかる老期案件だからこその追い出し部屋だぞ。速攻転職するか自分をロボットだと思って淡々と居座るしかない。
冷静に考えてみると、33歳だと微妙だな。資料のデジタル化が終わったらどうなるんだろうな。俺なら無能とわかってるんだから転職するな。4月からの2年が勝負だな。PC 監視ってデュアルモニタにすると、2個目は監視されないとかないの？画面監視してるんじゃなくて PC のアクセス先で見るから関係ないよ。社内ニートで430万かよいな。部長昇進で管理職か。役職手当てつけるようちゃんと交渉しろよ。どう考えても追い出し部屋だよな。イッチ、頑張れよ。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。この1週間Yより会社でやらかしたやついる？月曜日退職意向を伝える。火曜日社用車で事故る。水曜日ストレスからか眠れなく寝坊する。木曜日 Y が担当してる現場からクレーム発生。10年前だが、入社初日でネクタイ締め忘れて怒られる。財布に金がなく明日返せよと言われるが、そもそもおごるのが普通じゃないんですか？という、3時間残業させられるってのがあったな。翌日、退職届をポストに投函。1ヶ月後給料が入金なかったから監督署に行って請求。ここまでやれ。メンタルやばない？別にメンタルもクソもない。見習いたい？日本だと Y が転職数で日本一だと思う。41社で働いたのは Y だけだわ。激レアさんに応募したが、スタッフから証拠も提出したが、ヤバめなのでアウトって言われた。君すごいな。今の会社何年目？2ヶ月。絶対に自己わざとだと思われとるやん。言われた。でもガチでわざとじゃない。このやり方で1年は生活できてた。若いってだけで採用してくれるしな。請求するときに監督署に伝えますって言うと、子会社はビビってゲンナマ即くれるし。辞めたいいうやつが事故るとか、もはや嫌がらせのそれやな。退職するなら何してもいいという風潮。何年目なんや。先輩に研修先で2億の損失出した大物がいるからゴミに見える。けど、十分すごいことなんやろな。ちな5年目。辞めるからって何してもええってわけではないやろ。って思われてそう。そう思われても仕方ないやろけどガチで全部わざとじゃないねん。でも正直なところ辞めるの決まったから気が緩んでることも原因としてあるんやないの？どうなん？まあそれはないと言ったら嘘になる。やっとの思いで伝えてスッキリしたからな。ならわざとと変わらんよな。まあもう辞めるんや指導でもええやろ。何やなん？メーカー系だとだけ伝えとくわ。有給消化して逃げろよ。さっさと退職しろや。月目が逆でよかったな。つうか月曜は祝日だろ。君みたいにカレンダー通りの休みの仕事やないんやで。やばすぎてくさ。悪いことは良いことの前触れという迷信を信じて、宝くじとか買ってみるのもええかもしれんで。辛いことからは逃げちゃいましょう。でも、好きなことは絶対に話すな。朝寝坊して、トイレで軟禁してたけど商談なの忘れてて、ほぼ価値確定のソリで2000万の商談を不意にしたわいよりマシやろ。会社には得意先が急に心変わりした、とんでもない会社や、って報告した。それで納得するか？上司で向かんのか。今んところは直属の上司は納得させた。明日、カンパニーの偉い人に報告行くわ。まあずっと Y 単独で動いてたから大丈夫やろ。何が悪いって3連休のせいや。今日水曜やと思うやん。まあそれぐらいの心意気じゃないと仕事なんてやってられんよな。もっとめちゃくちゃにしてからやめろや。やめるんならもう出社しなくていいやろ。システム導入のスケジュール考えるより、ネジ500個締める方が楽そうなんだが。やべえやついるじゃねえか。やめるなら有給消化でゆったりちゃうの？やばいやつだらけで草。新聞配達初日のバイトでタクシーと衝突して、株を廃車にしたワイに勝てるんか？やめる指導でもええやろ。鷹の花があんな生き生きしてるの初めて見た。やっぱ仕事辞めるとあんなに目が輝くものなのかな。Y営業マンの月末恒例行事は、数字をバックさせること。辞める指導でもいいやろみたいな精神はさらさらなかったんや。立つ鳥跡を濁さずの精神を貫こうと思った矢先にこれや。一致、運が悪かったな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。YADHD、仕事でやらかしまくる。納期守れないんや。何やらかしたか詳しく。かといって ADHD 自体はどうにもならんやろ。その通りや。なんで納期守れんのや。やらなあかんのに先延ばしにしちゃうんや。なんでやらなあかんことを先延ばしにするんや。知らんわ。癖というより病気やこれ。なんで知らんのや。それほんまに病気なんか。こればかりは相手に ADHD というものを理解していただき寛容になってもらうしかないんごね。ADHD ってどこで診断されるんや。日本って ADHD の中途半端な知識と差別だけあって、理解はゼロだよな。欧米なら症状理解して適切な薬が選べて適正に合った仕事振るんだけど。まあ日本には無理だわな。無理やな。日本社会は外には優しいが内には厳しい。薬いっぱい飲めばええやん。頭がシャキッとするんやろ。うつも併発したんごね。お医者さん曰く ADHD 向けの薬はうつ直してからやってさ。日本でよかったな。
辞めるよう促されることはあっても解雇はできないからな。遅刻にうるさくないところなんてあるのか？そういうところきっちりやらないとめちゃくちゃになるで。迷惑かけるだけで職場からすればおらん方がマシやから、仕事変えた方がいいで。適切な職場に行かなあかん。病気で納期守れないなら、なんで納期がある仕事選ぶんや？違う仕事の方がええんちゃうの？どんな仕事でも何かしら締め切りはあるやろ？それこそコンベア系しか無理そう。工場が向いてるやろ。ほんまに邪魔やから仕事やめろ。隣にいたらほんまイライラする。邪魔って病気なんやから仕方ないやろ。お前みたいなパワハラ野郎はさっさと解雇されるから。ADHD に限って言えば向いてない仕事ならすぐ辞めた方がいい。ポリコレの時代だからずうずうしく生きていけばいい。揺り戻し来たら辞めて雲隠れして貯金と手帳で生きればええ。なぜ上司や同僚から依頼された通りのことができないのか？わざと仕事の邪魔してんのかとしか思えない。大変そうやね。ポンコツのフォロー担当している同僚が同じような思考に陥っててかわいそうだわ。統合失調症の初期段階なのかなとそばから見てて感じる。例えば収入が600万あって当たり前の能力があるとする。でも ADHD なら半分にするのは覚悟しとけ。半分にしたらちょうどいいぞ。納期守れんやつに適切な仕事なんてないぞ。ADHD って生地勉強はできるから、それなりの会社には入れちゃうんだよな。管理職に理解が足りないから大変なんだが、ハマる仕事振ってくれれば大活躍するのに。あとなんかモテるから嫉妬されがち。残念ながら ADHD の大半は健常者同様に何も才能がないのがほとんど。Y の後輩にもおるわ。鬱になるまで追い込んだるわ。そんなことしてお前は幸せなんか？そりゃもう幸せやで。今一緒に仕事してるのが不幸以外の何者でもないからな。Y も ADHD や。ちゃんと我慢して社員やってるのすごいわ。俺は作業所止まりや。周りが理解ないところで働けん。それでいいんやで。背伸びして我慢して働かないとって考え方が間違いやねん。ADHD はシングルタスクなんや。一つのことしかやれないんや。同時進行が最も辛いんご。シングルタスクでいいからきっちりやってくれや。うちの職場のやつはそれすらできない。ADHD は薬があるからまだええやん。自閉スペクトラムは薬ないんだぞ。でも ADHD のくせにうつなんかなるんか？すぐ忘れるんやろ鶏のように、嫌なことも秒で忘れてそう。嫌なことだけは忘れないとか、都合のいいことは忘れないとか忘れやすい領域があるねん。はい、そうなんか、質悪いな。あかんわ ADHD かも。仕事が単純であればあるほど仕事楽しいって感じる。Y の同期にも後輩詰めて辞めさせていきってたやついたけどドン引きしたわ。辞めさせるまではわかるが自分の武勇伝にする意味がわからん。ADHD のせいにしてるのか、ガチの発達なのか。今の仕事はコミュ力も強メンタルも判断力も指導力も必要。Y の持ってるカードは1日1ターン何かしらのアクション起こせるのと、1日あったらメンタル回復するしかない。このカードじゃ戦えない。ADHD の奴らはなぜ自力で頑張ろうとするんや。無理に決まってるやろ。自分の無能さを自覚しろや。もっと他力に頼れや。まさにそんな感じやわい。聞きたいけど答えを理解するためにも多少下調べしたいんや。Y 勉強できすぎて特に努力せず東大入ったけど、授業出れなくて今はニートや。兄弟の心中緩いところなら卒業できたかもしれないのに。どうせ社会出れないから関係ないわ。親が金持ちで助かったわ。大卒なら自己肯定感が多少高まるかも。薬で先延ばし癖って治るんか？サイコパスとかいううつ病製造機。受けた仕事を書き出していって、具体的に誰がどうやるかとかまでを書くと頭がすっきりしていくで。結局、いろんな仕事があるから、頭の中であれどうしよう？とかってなってるんやろな。ええことやね。書き出すと自分のやらかすポイントとかわかるから対策しやすい。まあ途中からやる気力なくなるけどな。Y は自分で取ったメモが後で読むとなんて意味なんかわからんくなる。メモが意味ないんを。自分でやって失敗しないと覚えない。それでも定型の半分くらいしか覚えられないんをね。Y も毎回、人との約束の時間20分くらい遅れる。遅れるのはしゃあないけど連絡とわびはしろよ。電話での話の内容ほとんど理解できずにメモ取る。そしてくっそ汚い字で読めずに困って自信なくすんや。ただの怠け癖だろ。病気のせいにすんな卑怯者。Y も毎日非正規労働遅刻してしまう。なかなか大変そうだな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。35歳で年収350万って終わってるよな。はぁ、普通やな。36歳になったら360万だな。そんな額でも普通って思ってしまうクソな国に。弱者男性じゃん。やっと復讐できるんだからな。終わっているな。所得額ならギリギリ終わりかけレベル。別に普通、生きていけるし車持てるし。30にもなって年収がとか語ってる時点で終わってるんだよな。これ今なら普通。実家暮らしすればよし。家族は持てんな。
ちなみに残業は基本なしな。多分残業入れたらもっといくと思う。基本残業ないけど。終わってると思ってることが終わってる。楽しく生き続けるにはどうしたらいいか考えよう。今共働きが普通だから結婚なんて平気平気。俺結婚した時300ぐらいだったけど割と余裕あった記憶。結婚はいける。むしろ子供いないなら結婚した方が金に余裕出る。でも結婚したら絶対子供欲しくなるだろ。5年都内じゃ車無理だな。まあ、だよな。無職お前らよりは手取りなら普通。年収を手取りで言うバカどこにいるの。何言ってるんだこいつ。お前が欲しくなくても相手が欲しいことが多い。そもそも女が年収にいるのは子供を育てるのに安定した環境が欲しいから、相手を見つけるのが大変かもな。800万もらえるけど毎日進捗報告しながら、毎週改善報告して各週で全社会議資料作って報告して、役員から好き勝手言われた宿題を片付けながら、月1のトップ報告って雑務をこなしながら、客先苦情対応と、自社レベルアップ活動の目先業務を片付けながら、先々の精準アイテムに対応。30代管理職はこんなもんだ。残業？つかへんでそんなもん土日もないし。どっちがいい？700もらえて残業もなくエクセルを開いたり閉じたりする仕事がいい。400万だけど家あって車もある。妻子もいる。だから大丈夫。20代中盤で残業なし550万ぐらいだけど、専門職だからな。やっぱスキルあると学歴なくてもある程度は稼げるなぁと思った。でも転職使えば年収は割と簡単に上がるよ。試してみそ。俺だって33歳で420万だけど、昇給がしょぼいから今後が期待できないわ。てか都内なんだな。それだけの年収で都内にいる必要あるの？42歳で280万だが。俺より置いてるのに俺より安い。ぬほど転職してきたからな。そら安くもなる。転職しまくって年収下がってんの？そりゃダメだわ。職場が辛くて給料下がってもいいから転職するタイプ？生活に制限かけてまで、都内で働いて暮らす必要性あんのかねー？それこそ800万とか稼げる人はいいかもしんないけど、田舎が肌に合わないってんならもうどうしようもないな。田舎暮らしは少しだけ憧れるわ。ずっと都会っ子だからな。年収より結婚してないのが終わってる。じゃあ今の職場でいた方がいい。健康に働けてることを幸せに思うことだな。ただ、今の職場給料低いからな。今の職種で給料いいとこ行きたいわ。あんまり欲張りすぎない方がいいと思うぞ。履歴書も転職繰り返してる人に見えるとマイナスになる。資産次第。資本主義の価値観や、他人との比較は自分を不幸と思い込ませる考え方なので、これを捨てない限りは幸せになれない。目指す方向性としては天気のいい日に散歩しているだけで幸せとか。これはあるよな。幸不幸の比較を知った上で比較しない幸せを得ないと、何も知らずに過ごしていて、ある日いきなり比較しだして不幸になっていく。北海道で年収400万で仕事は基本まったり、たまに大忙しで年休48日の仕事あるけどやる？年休48はすごいな。俺は最大で40だわ。出世したら550万になるけど年休なのかになるよ。残業込みで500いくかいかないか、収入増やすなら転職した方がいいのか。500万くらいなら転職だけでトントン拍子に上がる。そこから先は社内で昇進するか、もしくは大手に滑り込むかだな。難易度上がる。で経験やら積んで800万くらいまで上げると、管理職の転職で1000万超えも狙える。俺の業界だけどね。一押しは外資系。給料は標準程度なので、福利厚生を極端に良くしたんだが人が来ない。福利厚生なくして基本給上げればいい。それができたら苦労しないんだよな。できないんで年間休日130とかにしてる。今は逆。休日なんてほどほどでいいから給与欲しいとか思うやつ多いぞ。年間休日110とか120でいいと。年収500万年間休暇135。年収560万年間休暇120。どっちがいい？後者。都内で350？低すぎてわろた。低いのは自覚しとるわ。転職したら？俺もそんくらいだけど。独身なら別によくね。結婚したり子供いると大変だけど。過去の経歴次第で転職すればどうにでもなるぞ。俺も32まで年収300しかなかったけど。転職重ねて今800超えた。終わってんな。すまん。350万ってどんな生活よ？最低限自分一人生きるために働く感じ？地方なら普通。今からやらないの？経験って就職したばっかなの？東京、男、大卒、正社員、とかの条件つけるとぐんと上がる。40になって結婚だと金持ってないと無理だと思うが、若いならまだしも貧乏で初老のおっさんと結婚したがるやついねえだろ。誰が40なんて言った？年収上がる環境に転職していけばよくね。俺も300から550。900、そして1200と上がっていったぞ。31で250ないんだけど、ちなみに上がる予定もない。
俺ら二人で一人分くらいの稼ぎだな。俺の350万倍もある。逆にどうやったら年収1円になるんだ。企業は過去一で儲かってるのにな。残業なしで、ちょうど倍くらいだ。業者で草。38歳だけど550万くらいある。ただし交代勤務という底辺かつ命を削る仕事。俺も宿直やってこれよ。介護系？俺の 0.5 倍もある。年収いいとこ行っても適応障害とか鬱になって病んで辞めてきたから、今のとこは続いてるからそういう意味では今のところが合ってるのかもしれん。あとはこの仕事で給料上げたい。実家で金貯めて隠居したいけど金足りんわ。年収300万台のやつって今まで何してきたの？俺はお前の倍以上もらってるよ。給料倍もらってるのに過去レスも見れないの？お前に興味ないからな。勝ち組でわろた。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回はパソコンをウイルスに感染させて、会社を倒産させてしまった、無能会社員の一致の話を紹介するよ。ちょっと、誰か助けて、会社でやらかした、詳しい奴がいたら教えてくれよ。会社 PC でネトさしてたらランサムウェア踏んで。会社のサーバ上のすべてのファイルの拡張子が、Y の名前になってしもた。さ。ちょっと待て。ネトさって何？ネサフ？会社で愛されてそうなバカキャラやな。愛されるわけないだろ。ネトサでもネサフでも何でもいいから。誰か助けてくれよ。楽しそうやね。どうしたらいい？諦めて上司に連絡しろよ。一旦素直に謝る。一個一個直していくしかない。直したけど、ファイルが破損してて開けないって言われる。ちなエクセル。もうバレてるからどうしようもクソもないやろ。とりあえずシャットダウンして寝る。嫌いな上司のパソコン動かして、ランサムウェア踏んで名前を上書きしたら。とりあえず怖いから小諸そば行ってくるわ。すまん。もう文字の羅列が面白い。とりあえず拡張し表示にしてシャットダウン。笑わすな。会社のセキュリティがバガバすぎやろ。うどん食べて戻ってきたけど意外とバレてない。おのおのの PC に入ってるファイルで仕事してるんか。身代金払えばええやん。社用車とため貼れるくらいおもろい。呼ばれた。誠にごめんなさいって謝るのが一番の解決方法やで。呼ばれたけど会議室使ってたから戻ってきた。違う河合を待ってるのか。草これだけで無能だわ。お仕事できなさそう。稀に見る無能感。お見積もり書ドット山田太郎草。ただいま。とりあえず上司に拡張し全てを元のに戻せって言われた。さっき試しにエクセル直したけどダメでしたけどね。これ何時なかったら心の整理がつかんかったわ。こんな状況でも何時でレスしてるとか無能だな。徹夜やな。一括で拡張し直すフリーソフトとかない？そのフリーソフトでさらに傷口を広げるわけやね。サーバー上のすべてのファイルやからサバ感がやらんといかんし、もうロールバックさせた方が早くねえかな。心の整理つけるの早すぎやろ。サーバーならバックアップ機能で何時間前の状態に戻すとかあるやろ。あるけど管理者しかできんわ。一致が管理者なわけあるかい。午前にやった仕事が頭パーのせいで無になるとか考えただけで萎えるわ。マジ？うちジジばっかでみんな疎いねん。Y ぐらいしか PC 精通した人おらんのよ。一致が PC に精通？寝言は寝てええよ。草も生えんな。まあバックアップすらしてないってことか。ランサムウェアばらまいた本人が一番精通とかやばない？ XLSX って名前でもう一回踏めばええやん。天才現る。Excel でも昔の Excel ファイルとかもあったから不自然。精通してたらこんなことにはならんやろ。それ拡張子だけやなく中身も書き換わってるやろ。ロールバックしたら下で、ここ1日とかの作業が全部飛ぶから大貧縮やな。早くしないと一致の名前でバックアップしちゃうんやないの。名前が違うから大丈夫やろ。新規にバックアップ取られるから、バックアップ先の容量がヤバいことになるかもしれんか。ZEQ ネロチハン V.8 ハンモスキア JI はグって感じのは直せる？壊れてるやないか。どうなった？元ファイルの拡張子に直したところであかんのはわかった。とりあえずサーバーを修理に出しに行く予定。犯人もろバレで草。社内で有名人になれたな、おめでとう。サーバーならバックアップ取ってるから、そこから戻した方が早いやろ。やっぱそうよね。サーバー担いで秋葉にでも行けば治る？まず設定図書やソフトウェア保守あるか見てみろよ。とりあえずバックアップが壊れないうちになんとかした方がいいと思う。バックアップって消えるん？こういう薄れ懐かしいな。VIP の時はよくあった。ここまで来ると寝たやろ。お前のパソコンはもちろんランケーブル抜いてるんやろな。もちろん抜いたで。バックアップあるなら大丈夫ですよとかさっき言っちゃったけどやばいか。アクセス権設定してて、一致の PC からバックアップ先にアクセスできない設定なら無事やな。嘘松はカスヤが面白い作り話は歓迎やぞ。マジや。でもバックアップあるから面白話で済んでるんや。ちなみにランサムウェアってなんなん？端的に言うと、PC にアクセス制限かけて身の代金請求してくるウイルス。そうやん、ビットコイン払えば直すって書いてある。
経費でいけるか？払ったところで治らないのがランサムウェアやで。諦めれ。本当にまともなバックアップがあるんなら治るかもやけど。持ちは持ち屋やな。業者呼んだわ。ちなみに何のサイト見てランサムウェアに感染したんや？趣味が DTM なんやが、コンタクトのフリー音源探してたんや。DTM はならわかるはずこの気持ち。会社でやんなボケ。仕事中に何してんねん。くさくさの草。マジなら暗号化されてるから対処しようがないだろ。こんなのがネットに精通。バックアップあるからセーフという気持ち。もう戻らないという気持ち。がせめぎ合って逆に今冷静な気持ちでいる。もうサーバ管理会社は呼んだっぽい。まあ辞表でもゆっくりかけや。一致のその愛らしさなら、胃がん退職扱いくらいしてくれるやろ。そして幸運なことに、途中LANケーブルぶち抜いたおかげで一部のデータは残っていたんごね。また呼ばれた。生きてる？会議室は使ってるから戻ってこい。良心的な相手なら身の代金も高くないしちゃんと復元聞いてくれるやろ。祈るんや。ワイも今日やらかしたけど、このスレ見たら下には下がいると思えて元気になってきたぜ。31。どうなった？なんかやばいっぽい。LANケーブルとかちゃんと抜いてたのに。データが復元できないかもしれないって。バックアップはないの？精通してたんじゃないのか。さ、バックアップあるって言っておいたのに。データが壊れてるとか、復元できないとか、そんなことってあるの？あるのって言われてもな、あるからそうなってんだろ。さ、クビだな。今から退職届を書くしかないな。書いて準備しておけよ。また呼ばれた。これどうなるんだろうな？データの種類にもよるんじゃない？名前が全部一致の名前になってるんだっけ？マジで草。データ飛ぶとか、下手したら顧客リストとか消えるわけやろ？一致がクビとかじゃ済まないんじゃない？さっきまではバックアップがあったってことで、なんとかなるって空気だったのに、なんか深刻そうな顔をして、上司たちが会議を始めた。で俺はその会議には入れないみたいで、邪魔そうだったから戻ってきた。これからどうしたらいい？ビットコインで支払うしかない？俺、そんなにお金ないし。会社の経費で払うしかないよな。ビットコイン払ったって、データが使えるようになる保証はないんだぞ。草。諦めるしかないな。だから名前を XSLX にしろって、さっきから言ってるだろ。とりあえず今日はもう帰れって言われた。明日からどうしたらいいんや。職探し始めろよ。クビだな。家で退職届でも書いたら。サバ担いで秋葉に行くんじゃなかったの？草。人の不幸で今日も飯がうまいのう。なんか今日も会社に来なくていいって言われた。俺、クビなの？草。ニートじゃん。おめでとう。ワイニート35歳、高見の見物。35でニートはやばいだろ。本当に不安になってきた。これってクビだよな。自分でわかってんじゃん。で、今は何してんの？昨日の調べ物の続き。家で遊んでて草。一致のパソコンも感染してしまえ。だから無能なんだよ。対策とか考えて提出しろよ。だな。再発防止策とか考えて出す用意しておけば？家で仕事するとか嫌だろ。お前のせいで会社が大変なんだぞ。無能はやはり無能だな。ビットコイン用意しろよ。ビットコイン買うお金がない。クビになったら来月の食費もない。貯金ないのか？一致は何歳？28。何社も落ちてようやく受かった会社だったんだ。どうするんだよ。終わったな。次だな、次。しばらく一致が来てないな。データ戻ったんじゃない？ハロワかな？清掃業にようこそ。会社がなくなるっぽい。は？マジ？倒産ってことか？まあそうだね。なんか大事なファイルがいくつかあって、それが復旧できないともうダメだって、なんかもう何もやる気が出ない。今日一回も家を出てない。一致のせいで会社が潰れたんか。一ヶ月来ないと思ったら。草。寝たかもしれんがマジなら草。一致はそれからどうなったんだろう？引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。仕事の大やらかしに今気づいた。出社したくなくて吐く。何？しかも2個もある。出荷する商品間違えた。なんだよ。大丈夫。ワイもや社用車潰しとる。気にすんな。もう不安で寝れないねー。うわぁ、100万円分くらいミスった。零細企業でも会社としてならはした金やろ。謝罪のシミュレーションしとけ。社用車盗まれにつか？100万円なんて会社単位で言えば誤差レベルだから気にすんな。従業員が5人だけの零細企業とかなら知らん。大したことなくてはろた。確認者いねえのかよ。仕事のやらかしってなんで爆破前くらいになってから気づくんやろな。それはな、実行するときに多少の不安を抱えながら実行するからや。大丈夫だよな、の状態で実行するから不安が継続して、そのことが頭に残る。結果としてしくじりにも気がつきやすい。つまり日頃から曖昧な仕事はすんなってことや。3月。しゃあない。切り替えていけ。どこが大やらかしやねん。本当は休み前に気づいてたけど、見なかったことにして休暇楽しんだんやろ。2個のうち1個はそうやな。1個はさっき気づいた。
ワイもバイトで捨てといてって言われてたポップ外し忘れてたわ。一緒やね。こういう責任って取らなくていいのか？ならええやん。しょうもな。高価な機械壊したりしてから騒げ。出荷する商品だからしんどいな。会社としたらはした金やけど個人としたらやばいわ。金銭感覚なんて取り扱い商品で違う年から一概にしょぼいとは言えないやろボケ。何扱ってるんや？設備機器やけど、今回のものは単価4000円くらいの安いやつやけど、250個くらい出荷ミスった。多すぎだろ。ボーナスちょっと減るくらいだろ。何逆切れしとんねん。弁償しろカス。どないすんねんこれほんま。お前の車ずっと泣くね。あーゲロ吐きそうや。休暇中に気づくと地獄よな。あー泣きそう。どうか無事に解決しますように。どっかで流用しようにも普段使わん商品やからきついわ。100万なら泣けば許してもらえるやろ。なんでそんなミスするかは理解してんの？完全に怠慢や。わかってるならええやん。次につなげていこうや。1年目でもこんなミスせんかったのに、5年目でこんなミスするんやほんま。アホちゃう？首で済んだらええな。賠償請求されたら人生終わりやで。そこまでではないわ。責任としてその商品さばかなあかんだけや。ただ利益100万分減るからえぐい。隠そうとせず出社したらすぐ謝った方がええぞ。ミスはしゃあないけどごまかすのは恋やからな。信用は一度失ったら取り戻せん。こういう時ほど誠実に対応や。何したんや。すれ気ですまんけどワイは勉強が嫌で仕方ない。学生時代と違って適当にやって済むもんじゃないし、けど結局この連休何もせずに過ごしてしまった。社会人になって当たり前のように周りが勉強しててビビるわ。学歴大したことないやつでも結構プライベートの時間使って勉強してて怖い。こいつらなんでそれを学生時代にやらなかったんだって思うわ。Y は無楽のタイプで、学生の頃に燃え尽きて社会人になってからやる気スイッチ入らない人間だから、余計そいつらが怖い。同じ気持ちかはわからんけど、責任があるから当たり前って感じで勉強できてるように見えるから、自分がゴミ人間に思えてくる。そいつらも我慢しながらなんとかやってるんだろうけど、当たり前のことをできるのはすごいわ。出荷間違いでなんで損失が出るんや？納品先に連絡して返送してもらえばええやん。発注ミスか？商社やけど返品できない商品やねん。Y も客に中指立てて怒られたわ。Y の会社は億単位横領したやつがおるんやけど、そいつのせいでみんなミスしても、あいつに比べればマシやろ、みたいな空気になっててやばいで。どんな会社やねん。社外に対してやっちまった時の会社の行きたくなさはしんどいね。社外に対しては全く問題ない。Y 商社勤めじゃないからわからんけど、買った会社からはクレームにならないんか？買った側なんて返送するだけや。どうでもええわ。とにかくこっちの利益がやばい。返送されたものは売り物にならんのか、大変やな。他で流用はできるよ。ただ早々出荷しない商品やからやばいねん。Y の過去最大のやらかし。家内宛てのメールをメーリングリスト間違えて事業部全体に送ってしまったことがある。Y のやらかし。外部功労資料で未来永劫残るやつにごじ。みんな結構やらかしてるんだな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。ワイド型、やらかして現場を止める。今日やらかして現場を止めたけど質問ある？何やらかしたん？何したんや？何でも答えるぞ。人に聞かなきゃ何もできないの？詳しく。そして悔しそうに語れ。どかたって言ってもいろいろあるやろ。足場の上から下に物落としたか。現場で使っとる腕時計は？いや、やらかした理由かけよ。これだけで無能ってわかるわ。というかワイが延々になってる。現場が止まる言うたら大怪我か、やろがい。割とシャレにならんかった。ぐちゃったんか茹でたんか。架空線切った？光ファイバーケーブル切ったらやばいぞ。何やらかしたん？シャッフルなくしたんや。くっそどうでもよくてくさ、そんなもん近所のホームセンターで買ってくればええだけやんけ。レンタルや。だからなんや。買ってくればええだけやんけ。シャッフル見つかったんか？見つからんかったで。逃げててくさ。シャッフルってなんや。なんやシャッフルって。バタフライ効果やと思って気にすんなや。怖い人多い。シャックルって何か全員がわかると思ってる？ドカチンってこういう頭悪いやつ多いよな。調べてきたけど大した工具じゃなさそうやん。そんなにヤバいことなんか？シャックリってなんや？車庫なくしたから何なんや？釣り具なくしたんか。もしかして発達障害？釣ってあるやつのシャックルなくしたなんてありえんし。これやん、アホだよな。くだらねえ。ワイは50万払わずバックレルで。こうなんで買ってきたらええやん。車庫なくして現場止まるって意味わからんのやが。紛失した工具によって事故が起こった際の責任の所在が複雑やから、現場は止まるんやで。だから責任ってなんやねん。それくらいで責任問題になるかよ。この無能が詳しく話さんからわからんけど、人命に関わりかねないことだってあるしな。確かにそれはある。玉掛けくらいならええが、食い打ちやボーリングの釣りワイヤーとかに使ってたらだったらありえるかもな。
詳しく話さんところほんま無能なんやなって。容量悪そう。なんで生きとるんや。土方やぞ。頭悪いに決まってるやろ。まあこれがないから機材動かせないとかあるしな。ワイもポリッシャーを2階から落として首になったことあるで。時間制限あるとかで。その1個ないだけで間に合わんとかやったらそれはセコ感が悪い。普通対策するもんや。シャックルなくしただけで現場止めんなよ。買ってこい。これシャックルって名前やったんか。で、そのシャックリ紛失したら誰かたひぬの？シャックルなくした程度でやらかし扱いってどんだけ貧乏やねん。どうやってなくすねんアホか。うちの現場は全部数数えてるで。なくなってたら捜索や。シャックルって、素人かよ。普通車庫やろ。それだと車庫マンもあるやろ。ほんまどかたって話してたら何も考えてないアホなやつばっかやで。ちょっとでも頭切れたらすぐ帽子になれるわ。800円くらいで買えるやろ。ロイホで売ってるやろ。それなくなるとどう困るのかがわからん。どっかから買ってくれば。エタノールさんトンぶちまけて近隣1キロの住民避難させた俺よりマシ。よくわからんけど別に1個くらいなくてもよくね。世の中にはウイルス踏んで、トヨタの工場1日止めたやつもいるんだぞ。それに比べればどうってことない。予備くらいあるやろ。ホームセンターで買ってこいや。これ何の部品や？ホームセンターとかにないんか？ホームセンターで買ってこいよ。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。無能愛、工場でやらかしまくり、リフトから降ろされてしまう。何したんや。空箱を倒したんや。2回目や。やっぱリフト乗りって厳選されてくんやな。真面目にやれ、ふざけてんのか。リフトはガンダム。お前、もうリフトから降りろ。イッチがしっかり真面目に働いてくれれば戻すことも考えるよ。とか成人対応してもらったけど、ほぼ一生リフト禁止みたいなもんや。真面目には働いてるやろ。人跳ねてないだけマシや。普通こんなことするやつおらんわ。いい加減仕事やめろ。空箱ならええやろ。気にすることないわ。俺は酒の瓶落として大変なことになったからな。空箱その辺に転がってるのが悪い。ごえっしろ。あれ刺してから落ちるんか。お前もう降りろ。カウンターリフト嫌い。一応その工場のリフト工程は全部できるくらいには教育されてた。ワイはこの前ハンドリフトの使い方わからなくて、パレットの隙間にローラー入ってないにもかかわらず延々持ち上げてたら上下に引き裂かれて、一枚お釈迦にしてもうたわ。しかも未報告。あんな底辺作業知るわけねえだろ。こちとら営業じゃ。わからないならそう言えよ。底辺に教えをこうなんてプライドが許さないよ。まあ次からはできるからこれもいい経験かな。それはプライドじゃない。ただ無能なだけや。無能なのはリフトやらされてる方々では？倉庫番とかバイトでいいしね。自分を過大評価して経験者に教えをこうこともできずミスしても反省せず、言い訳しかしないのは立派な無能や。いや、ですから底辺に教えをこうのはちょっと。もう少し己の価値を考えなさい。あなたのタスクをバカにして申し訳あらへんけど。栄養も底辺やろ。中身入ってないなら別にええやん。人が近くにおるからね。危ないんや。自己嫌悪や。まああんなん誰でも事故起こすリスクあるしな。この時間帯は優しいな。休憩終わりや。仕事してくる。今日は何の作業やるん？ Y 急カーブして降ろされたけど翌日には乗ってたで。リフトは下手したら人が多ひぬしゃあない。危ないやつを降ろす交際配。もったいない、リフト乗り楽ちんやろ。リフト乗れないお前は役立たず。その程度で降ろしてたら絶対に人足りんくなる。どうせすぐ乗ってください言われるで。空箱くらいいいやろ。お前リフト降りろ。よし。人には向き不向きがあるからね。ヒヤリハット書いたか。Y は発送した商品をフォークリフトの爪で貫通させられたことあるぞ。しかも運送会社じゃなくて発送先からの連絡で発覚した。ミスるのは許すけど黙ってるのは許されんやろ。油圧ってすげえよな。クランプなら乗ってたことあるわ。クランプ何に使うんや。ベールでも掴むんか。巻き取りっていうでっかいトイペみたいなん扱ってた。ちな製紙工場。土曜朝に底辺回線使ってるやつのプライドとは。ハンドリフトに乗ってたんやろな。ワイも初めて行った工場でパレットを素手で5枚重ねて運べって言われて持ち上がらんかったわ。コツがあんだよって8枚重ねて素手で先輩は運んでてビビった。慣れまで3枚でええよって言われたけど正直ハンドリフト買ってほしい。その結果仕事で失敗してるのは見えてないのか。工場の営業職とかにありがちだけど、生産管理に指示出す側になるからか変な万能感というか先民意識持ってるんだよね。本日の危険予知活動を始めます。テーマはリフト搬送中、積み荷を倒壊させる。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回は仕事中に、1億円の機械を壊してしまったイッチの話を紹介するよ。1億の工作機械壊したけどさ、記憶の限りではやってないって嘘ついた。でも裁判起こすって言われたん。イッチかわいそう。
裁判なんて無視すればええよ。誤操作なんか？わざとなんか？操作ミスなら保険聞くやろ。草。草生やしとる場合ちゃうぞ。どうやって壊したんや？素材入れたまま動かしちゃいけない方向に動かした。記憶にあるじゃねえか。記憶の限りではやってませんよ。会社？会社てか工場。まあ会社クビになるだけで済むやろ。恋の証明がなければ。会社はお前のせいで潰れて会社の人間が路頭に迷う可能性はあるが。トリマ処分決まるまで謹慎やと。高いんやね工作機械。1億の給料もらえない庶民でも1億の機械を壊すのは簡単というこの世のお得ルート。実際こういうので損賠請求されて負けた事例あるん？前いた会社の新人は会社の新社で夜遊びして廃車事故を起こしたけど、隠蔽した挙句希望退職募集で退職金上乗せして辞めた。これは証人かもん。こんなゴミカスのせいで社会から1億の価値が失われたんか。裁判でも何でも徹底的に痛い目見てもらいたいわ。プそんな簡単に壊れる機械さんサイドの問題もあるのではないか。いやだって佐川の場合は証拠ないんやからアホイッチとは全くちゃうよ。証拠以前に財務省総務部に命令できるのは大物政治家くらいしかいないってのが問題なんやで。そして結局誰が総務部に掛け合ったのかは説明しなかった時点で黒ちゃん以前にで草だから証拠ねえんじゃねえかよ。バカかな。日本は法治国家なんすよ。すんません。ならお前が底辺なのは自己責任だな。もし本当ならこんなところに書いてる時点でこのスレを使って相手側の弁護士に論破される可能性があるぞ。やるなら終始記憶にないを貫き通さんと。ダメみたいですね。単なる企業側の脅しやろ。ただ解雇されるのは間違いないやろうけど。これパワハラじゃね。ワイも1億6千万の機械をぶっ壊したことあるんごねえ。前の会社で2億の機械を俺のミスでぶっ壊したとき、社長はショックで声が出なくなりながらも振り絞るように、君に怪我がなくてよかった。機械はまた買えばいい。と言ってくれた。その時、俺はこの社長に一生ついていくと決意した。なんで辞めてるんですかね。潰れたんやぞ。お前が機械壊したから会社潰れたんだよ。普通はインターロック通門があるんだが。これ、一機が生産部門の人間なら整備した技術者が悪い。一機が技術の方なら完全に一機だけが悪い。そんな大事な機械一人で操作せんやろ。作業効率悪いからセンサー切ったろの精神やぞ。工作機械って高いんだな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。お前ら仕事上でやらかしたトップレベルのミス教えて。ちょっと心拍数を抑えるために皆の失敗談で中和したい。お前のを聞かせろ。要件満たしてない設計で5000万くらいの契約した。いいね、こんな感じでバシバシ頼む。ファミチキ入れ忘れた。A 社に送る荷物への配送伝票に B 社を。B 社に送る荷物への配送伝票に A 社を貼る。電話来る。あわわわわわ。ちな俺は韓国に送るコンテナをベトナムに送ってしまった感じ。どんな仕事？これ以上は言えない。でもどうしようもないから上司の起点でベトナムでその商品をすることになった。廃棄と間違って新品を捨てた。プリント忘れた。構造計算間違ってたけど知らぬふりを貫くも、バレて容疑者不明で処理。最低時給下回るだろ。窓ガラス割った。スプリンクラー破壊。保険で数千万円支払った。車燃やした。NTT 関係のバイトデビルの不要ケーブル切断してる時に、使用中のやつも半分くらい切れ目入れてしまったな。お客様の気持ちに応えろと言われて喧嘩越しの客と怒鳴り合った。400万くらいの支払い1ヶ月くらい忘れちゃってた。ハードディスクのデータ全消し。土工事で計画高さミスって、鳴らし痕破壊からの基礎構造物の組み上がってた鉄筋やり直しさせた。取引先の社長に適当なことやってんじゃねえよって言って取引停止になった。普段おとなしいのに会社の飲み会でとんでもないカミングアウトをしてしまう。お子様にカルピスサワーを提供した。元、栄養、バイト、パソコンの修理、いろいろあったはずだけど全部忘れたからノーミス。自販機設置のバイトで自販機階段から落として先輩破壊。そこに自分の存在意義を生み出してるから仕事できない自分に価値がないと思ってる。大型モニュメントの右手パーツが間に合わなくて左手2個で代用したこと。たまにしか使われないコピー機ぶっ壊してそのまま退職。先輩の USB ぶっこ抜きしてデータ飛ばした。それ飲料用じゃなかったんだよきっと。イケメンはダラダラやっているように見えて、実は最適化してるから素早く終わる。
ブサメンは一生懸命やってても容量が悪く、人より時間がかかる上にクオリティが低い。300万のシャッターをプラッターのマストで破壊した。納車された新車の路線バスに一番最初に乗務して、信号無視してトレーラーと事故ってフロント駐破させた。ボタンを押したら飛翔体がアメリカに飛んでった。わかるよ。いつも反対に行く電車に乗れば奥多摩に行けるのにねって隣のおっさんに言いながら通勤してる。結婚してないだけで未だにグダグダ言われるんだよな。老害は早く行ってくれ。みんないろいろ失敗してるんだな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。新入社員僕、上司に、8月末で辞めさせていただきます。と言いがちで大騒ぎになってしまう。ちな就職先は大手食品メーカーや、Y の希望配属先としては、マーケティング課商品開発部課経営企画部やったんやけど、結局は田舎の営業所に配属になったので先週末上司に辞めるって言った。後悔はしていない。だけどこれからどうしようマジで。お前一生底辺確定だぞ。大手ならすぐ辞めるやつとかめっちゃおるし騒ぎになんかならんよ。あっそうなんだーで終わり。普通次決めてから辞めるよね。一応先輩に同行して取引先訪問してるんやけど、マジで仕事がつまんなすぎて鬱や。地方だから運転時間だけで業務時間の半分が潰れるし、先輩は一日中スマホいじったりダラダラと雑談してるだけ。マジでクソすぎるこの仕事。先輩のやり方を踏襲する必要ないんやで。どうやったらもっと会社が儲かるか24時間考えてみ。大騒ぎしてないやん。田舎はゴミやで。何のために生きてるのかわからなくなる。田舎出身の Y がいるから間違いない。でも次のこと考えるなら辞めない方がええんちゃん。最初に田舎行っといた方がええやろ。どうせ一度は経験するんや。年取ってから回されると悲惨やで。おるよね。自分の力量分かってないのに希望だけ主張するやつ。お前みたいな無能は何も希望できんだけやろ。給与次第やけど聞く限りは最高の仕事やん。ふーん、ところで Y は研修についていけなくて辞めそうだけど。単純に能力低いから田舎営業に回されただけやろ。有能なやつは最初から希望通りのとこやで。何もできん新人がそんな花形部署行けるわけないやん。有給あるなら消化して辞めるのがええぞ。大騒ぎしてもらえるほどの人材なわけないだろ。雑魚が生きるなや。民間でも公務員でも部署の希望なんてまあ通らんで。そんなん聞いてたらみんな数箇所固まるやろ。辞めるんならもう少し早い方が良かったな。俺と変わってくれや。食品メーカーの営業なんかすぐ開発いけるのにもったいないな。辞めてもいいけどそれをマイナス評価する企業も確実にいることだけは考えた方がいいわ。まともな会社でマイナス評価する企業ないぞ。ルート営業とか暇そうで羨ましい。こういうやつおるわ。大抵次は政府の営業になって人間関係の切り売りを始めよる。ワイの会社にもおったコースで草。暇なことして金がもらえるなら最高じゃん。コンサル営業なんてのは文系が見る幻や。営業にそんなものはない。一致が本当に求めてるのはデザイナーかなんかやろ。最初に営業してからマーケティングした方がやりやすない。ああもったいないことしたな。Y も大手内定からの営業配属で絶望したけど、数年我慢したら希望の部署に移動させてもらえたし。元営業ってことで営業経験のない人たちから重宝されるし、一致は判断が早すぎるわ。ルート営業なんか何のキャリアにもならんぞ。職歴なしおじさんオツ。どんどんランク落ちてくパターンやな。ここからどんどん人生の転落が始まるんやろな。15年間ルート営業やった俺がアドバイスしてやる。今すぐ辞めていい。こんなもん何のスキルにもならんし年取ったら逃げられなくなる。というか新入社員がマーケとか開発とか企画で何するんや。そういうところはある程度経験積んだ人が行くとこやぞ。ルート営業からはいけんぞ。職歴なしおじさんはそんなことも知らんのか。キャリアパスとか聞いたことなさそう。自分を有能と勘違いしたバカの末路は悲惨。田舎の営業所に送ってふるいにかけてるんやろ。同期20人くらいになったら戻して競争させるんちゃう？いや、3年後離職率めっちゃ低いぞうち。何度も言うけど別にブラックじゃないからな。補助営業所で幸せにやってるやつはそのまま。そこから何かしら芽を出したやつは拾ってもらえるんちゃうか？すぐ腐らずに何でもやってみたらええやん。移動願いなり上司に直談判してからならわかるが、してないで辞めるって言ってそう。入社時から企画やマーケティングを希望してるやつは大抵地方に飛ばされるよね。
新卒採用がいきなり企画とかできるわけないじゃん。やめたろと思って1年経つぞ。ごちゃごちゃ言ってっけど短期離職なんか正当化できねえんだよ。底辺確定お疲れ。普通は営業で会社の知識を蓄えさせてからのマーケティングや企画やろ。何も知らない人にやらせるわけないじゃん。一致が無能。次決まってるならええやん。決まってないならアホや。経理や総務から企画って一番ありえんルートやろ。マーケティングや企画したいなら一番の近道は営業でトッププレイヤーになることなんやで。現場も知らん新人に何がマーケティングできるんや。いい加減嘘話にマジレスするのほんまやめようよ。仕事知らない新人に何のマーケティングができるというのか。営業とマーケティングが関係ないとか思ってる時点で何も分かってねえ無能やん。一年も経たずに辞めたらすぐ辞めるやつって烙印を押される。当然次の就活にも影響される。その辺の覚悟はしとけよ。顔真っ赤にしてガチ切れ書き込みしてるじいさんも大した仕事してないんやし、嘘話に説教するくせそろそろ直そう。おじいちゃんはお前やんけ。ワイも新卒やけど、会社って学生と違って考え方が年単位やから年齢とか考えてもてあせるよな。3年下積みとか聞いてイライラするなら会社のスタンス合ってないんやろ。営業とマーケティングは関係あるけど日系大手の組織としてはあんまり関係ない。ごちゃんにしか居場所ないわけじゃないんだから。一致の給料はなんぼや？一致は次の会社でもマーケティングや企画の部署に配属されなかったらどうすんの？辞めるの？架空の人間に説教して虚しくならんのか。君もやで。このスレは全部 Y が仕込んだスクリプトや。まともに働いて希望部署出しとけば2年目で開発いけるで。ソースは Y。Y 仕事中、やらないとこうなると反面教師になったので再開するわ。田舎の営業所に飛ばされるとか普通に転職考えるやろ。そんなせかせかせんで一服しろ。上で待ってるで。大手だと新入社員が何百人もおるから多少辞めても全く騒ぎにならんけどね。そんだけいたら誰も辞めない方が奇跡で話題になる。現場も知らん新人が企画してどうすんだよ。なあ今の仕事辞めてウーバーやろうと思ってるんやがどうや。今さら？最初ルート営業して評価良ければ本社コースのエース扱いなのにやっちまったな。マーケティングも営業も全部やれや。甘えんなよ。企画営業、提案営業、いっぱいあるぞ。ちょっと辞めるのが早いんじゃないか？引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。Y バイト2級連続不採用です。そんな俺の末路、コンビニ3社、スーパー2社、ドラッグストア、マクドナルド、引っ越し屋、仕分け工場、どうしたらええんや、なんでこんな落ちるの？見た目は意識してる方だけど、悲しいわ。元気は？笑顔は？履歴書の書き方がね。字は綺麗の方。そういう意味じゃないんだよな。相槌は？最初はいつでも出れますって言っとるのに。派遣から言ったらどうや？歳は？23。発達症？ ADHD。診察受けてないだろ。受けたよ。自立支援は？それって生活保護余裕でもらえるやつじゃね。もらえない。実家住み屋からやろ？一人暮らし始めたらもらえるで。生活保護ってもらうのそんな難しいもんちゃうで。発達障害ごときじゃもらえんやろ。生活保護ってのは実家や当親に養ってもらえるから受ける必要ないって判断は全国共通や。一人暮らしで仕事する意思を見せた上で現在は就労できてないって状態なら大抵の地域でもらえるで。生ポでもええけど暇すぎて辛いやろ。その業界で落ちるってよっぽどやぞ。誰でも受かる仕事ばかりやん。年末年始 GW 祝日オールオーケーです。でも落とされるんや。履歴書使い回したいよな。マック落ちるやつはマジでやばいよ。よほど外見が終わっとるんやろ。スーツ着とけばいける。持ってない。倉庫映像会はいらんしな。肺は2年間はわかりましただけで乗り切った。レスに全部出てる。人手不足やのに落ちるわけないだろ。こういう嘘ついてまでスレ伸ばす心理ってなんや？むしろどんな受け答えしてるか見てみたい。バイトって不採用あるんや。歳だろ。コンビニの夜勤は？バイトってどこで探しとるんや。インディードとタウンワーク以外にいいのあるんか？嘘んご。本当は面接すらやったことないんご。学歴は？顔がキモいんかね。ワイもそうやで。工場に落ちるってあるんか？ワイこないだ面接受けたんやが連絡来ない。なんでや？カフェバイト始めようと思うけど楽しいかな。経験者欲しいからやろ。
Y も未経験やとバイト落とされたけど、親戚の店で雇ってもらって経験積んだらバイト落とされんようになったで。 Y 面接で言葉が詰まりすぎて無理なんやが。ちなみため化け物、腕が片方ないとかそんなん。派遣登録バイトなら面接ないで。高卒？中卒なら落ちる理由はこれやろ。中卒でもこれだけ受けてればどこかには受かりそうやが。大手チェーンやと履歴書すら不要なの多いやろ。仕分けで落ちるってなんや。コンビニとかスーパーは応募多いからまだわかるけど、常に人手不足の引っ越しや仕分けでも落ちるってやばいぞ。そんなやつはいない。こいつこのスレですら、ない、できない、しか答えてないんやからそれが答えやろ。公認取れよ。顔張らなきゃアドバイスできないよ。警備員来いよ。一発合格やぞ。警備って何がやばいんや？私は努力のできる人間です。バイト落ちても諦めずに努力して御社を受けました。御社で努力して御社に貢献します。飲食系は年末見越して雇い入れ始めるかもよ。よっぽど清潔感ないんだろうな。派遣じゃダメなん。大体の人は採用されるよ。シフトが向こうの条件と合わないとかじゃないの。年賀はがきの売り子とか仕分けのバイトってまだか？普通一回落ちたら諦めて引きこもるよね。バイトで身辺調査なんてされんのやから、中卒なんて素直に書く必要ないやろ。配達やれよ。ヤマトとかウーバーとか今人足らなくて悲鳴あげてるで。授業終わってからの時間しか入れませんって言ったら落ちたことあるわ。大手チェーンでもさすがにあかんかった。大学生でってことか。場所によるけど落ちるやろな。ボソボソ喋るやつは問題外やからな。中卒不登校で人と全く関わってこなかったんだからしゃあないやろ。バイト落とされるとかあるんや。コンビニはいかにシフトに入れるかが重要。多少の無茶振りを飲めば受かる。今まで出会った中卒は大体ヤバいやつだった。長年引きこもってたけど一発で採用されたわ。岩運が良かったんやな。就活は30連敗中やけど、バイトは3連敗でストップしたぞ。お前ヤバいやろ。まだ警備と介護が残っとるぞ。警備は Y みたいな社会不適合者でもできるし、施設警備ならクソ楽やからおすすめや。施設警備に配属されるかは運ゲーなんやろ。ほな介護バイト行こか。実際そういうところは働き手は5万といるからな。ちょっとでもゴミな要素あったら採用せんよ。いろいろ諦めて仕分け工場行った感が草。さらに落ちてて草。よほど見た目が悪いんやろな。小さい頃に絶対仲間にしたくないポケモンとかいたやろ。あれや。イッチがバイトに受かるといいな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。Y、ハローワークに行き人生終わったことを再確認。もうあかんわ。いくつ？年齢なら27やで。おっちゃんやん。働こうな。働くためにハローは行ったんやで。終わったんじゃねえ。始まったんだろ。まさしく終わりの始まりってやつやね。今車の中で泣いとる。底辺見てきたか？学歴は？働くのって面倒いけど誰も文句言わないからいいぞ。ニートしてたら周りの目線とかめちゃ気になるだろ。そういうのなくなるから。ええー、なぁ。うちに来てくれ。時給1600円12時間交代勤務や。ええー、やん。なんぼなん。ハローワークも半分以上非正規やし。30くらいまでならなんとかなる。30がタイムリミットと言われるが、その頃だともう遅いで。実質あと1年が限界やで。せやな。ハロワの職員にも20代の壁みたいな話されたわ。27なら職歴あればいけそうなもんだけどダメなんか？職歴がまともにないからね。当たり前やがバイトは職歴にならん言われたぜ。親のせいで小学生の頃から引きこもってるワイもイッチみたいな末路をたどるんやろか。今いくつや？20代前半なら間に合う。後半なら終わりやね。Y30 で職歴なしやで。大型免許は持っとるからそろそろ動こうと思っとる。Y みたいなのもおるんやから大丈夫や。なんとかなるはず。選ばなかったら。大型免許持ってる時点で準備万端やん。Y も何か取ろうかな。新卒で東証一部上場に就職が人間らしい人生の最低ラインな。ガチでそうやな。平均年収超えれるの上場企業と公務員くらいやし。絵とかなんか稼ぐ方法はいくらでもあるやろ。駅弁出てそうやねえだろ。メンタル弱ってるやん。自民見習えや。平民の屈強なメンタルは尊敬しかないで。なんで今から平均年収超えられると思うの？異世界に飛ばされて特殊スキル持ちで楽しく暮らせる考え方なの？Y と一緒にゴミ収集しようや。年収600万やで。27まで何しとったん？27ならまだ巻き返せる。
ただ経験もないのに高望みするなよ。高望みはしとらんつもりやけど、多分世間様から見たらまだまだ高望みなんやろな。平均年収を超えられないと人生終わりなんか。そんなことはないと思うで。自分が一人で生きていけるだけの金があればいいやろ。普通に働いてそれしか稼げんなら別の方法にかけた方がよくね。40歳で年収300万くらい稼げればいいわ。介護が待ってるで。介護すら紹介してもらえんかったわ。どんな田舎なんやあるやろ。さすがに中退して1年バイトで大卒で27って、1個目の大学4年で中退したんか。実質そうやな。2年くらいまともに通えんくなってたけど。ウーバーがあるやん。嘘つくしかないんですよ。正業のドライバーは週休2日で良さげ。ハロワなんて底辺職しかないだろ。リクナビとかの方がええで。リクナビってバイトしかしたことないやつでも使ってええんか。施設の調理補助でもやったらどうや。地方だと賃金安いが福利厚生はしっかりしてるで。ハロワの空気独特だよな。カイジのエスポワールのトイレみたい。自分と同じ。就活頑張ろう。高望みしないなら年齢的にもまだまだ余裕だわ。田舎に来い。人がいなくて困ってるわ。行きたいで。介護施設ある？介護は量産あるで。工場がおすすめだけどな。そうなんか。工場も当たってみるわ。3月失業保険の受給中に求人見たことあるけど、なんとも言えない求人ばっかだったわ。求人見ただけで心が折れるってすごい破壊力よな。27なんてクソ若いやん。あと10年は遊べるぞ。無理して正社員なんて探さなくて。今は終身雇用なんて崩壊しとる。ワイも23歳既卒なんやが、どこで就活すればええ？ハロワはあかんっぽいし。その年なら普通にマイナビリクナビで既卒かの求人探せばええんやないの。求人見たら入れたら勝ち組やん。新卒で600以上かよ。ワイ27、泣く。求人サイトで片っ端から応募してるけど落ちまくってるわ。こいつも27か。同い年やん。27ならある程度の会社行けるやろ。高望みしすぎ。ほんまクソみたいな求人ばっかだよな。どこも最低賃金でしか雇ってない。つまりは誰でも入れるってわけよ。ワイ高卒やから自衛隊入ったわ。もうだいぶ経ったから収入も安定して貯金も周りの連中よりあるし、自由あんまりないのももう慣れたわ。ハロワの雰囲気ってやばいよな。お互い頑張ろう。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。2018年3月10日、とあるスレが投稿された。毎朝コンビニのトイレで抜いてたら怒られた。毎日仕事に行くときに少し早めに家を出て、コンビニで、本を買ってそのままコンビニのトイレで抜くのが俺の日課だった。仕事をする前の一息だ。しかし先日、今日はどの本で抜こうかと悩み抜いてレジで会計を済ました後に事件は起こった。あ、トイレ借りていいすか？大変申し訳ございませんが、毎日毎日トイレでそういうことをなされると困るお客様もおりますので、朝は混みますし。その時、隣のレジでジュースを買ってた JK がゴミを見るような目で俺を見てたのを覚えてる。俺は結局何も言い返せぬまま、その日は仕事を休んで家で抜いた。職場でも匂うのにアホかと。その時は恥ずかしさのあまり何も言えなかったが、今になって怒りが込み上げてくる。だって俺なんも悪いことしてないじゃん。毎日コンビニで物を買ってトイレしてるだけだろ。そもそもなんで俺がトイレで抜いてるって決めつけんだよ。本当にただトイレしてただけかもしれねえだろ。てか仮に抜いてたとしてもそれがなんか悪いの？トイレが借りられる以上そこで抜こうが俺の勝手だろ。家で夜抜けよって意見もあるかもしれんが、俺からしたら仕事で疲れてるから無理。毎日帰ったらやることだけやってすぐに寝る日々。朝だけなんだよ。ちょっと早めに起きるだけでほっと一息つける時間があるのは。壁にかけんなよ。あと最近の若者はスマホで抜いてるらしいが、俺からしたら異端もいいとこだわ。あんなちっせい画面で抜けるわけねえだろ。一回でいいから本見てみろ。大きいから1ページ開くだけで目の前はで埋まる。便器に向かって発射してるから壁はない。あ、これやばいやつだ。マジならキチ、いだな。はぁ？痴漢とかするやつのがよっぽどキチ、いだわ。俺は誰にも迷惑かけてないし、法にも触れてない。そういうお前は抜かねえのかよ。でも店員が他のお客様に迷惑だって言ってんだろ？じゃあ迷惑かけてんじゃん。だよな。迷惑かどうかは、一致が決めることじゃなくて店員や他の客が決めることじゃねえの？コンビニで立ち読みして、家に帰ってきてからか、会社のトイレじゃ無理なの？いや無理だわ。買う本選ぶときにガン見するじゃん。で持ち上がるじゃん。
抑えられねえ。いや知るかよ、コンビニのトイレの使用はコンビニで何か買った人に与えられる特権だろ。そしてそれは早いもん勝ちだわ。手か抜いてなくても俺がたまたま毎日お腹痛くなってたらトイレを毎日占領することになるわけで。買わなくても使わせてくれるしトイレは大小便するところ。知るかよって他人の迷惑顧みないお前の身勝手さじゃねえか。だよな、トイレの使用目的が明らかにおかしい。じゃあたまたま毎日お腹痛いんです、だから借りてるんです、これで済むじゃん。嘘ついてお店に迷惑かけたから逮捕ね。なんでお店に迷惑かけてるのにそんなに堂々としてるの。お店のルールはお前のようなクズが決めることじゃない。従わないならいくなクズが。毎朝雑誌を買ってるの。じゃあ用済み本はどこに捨ててる。月額いくら使ってるの。俺は店のルールは破ってませんが、だって俺は客だよ。雑誌買ってからトイレ借りてるだけ。雑誌コンビニのトイレで普通に捨てるよ。数えたことないからわからないな。いくらかかってるだろう。毎日トイレですると困ると言われたんだろクズが。ルールは追加されたんだよクズ。いやおかしいだろ、俺なんも悪いことしてないし。てかそもそも抜いてるって証拠は何一つねえだろが、朝コンビニのトイレで抜くのが俺の唯一の癒しだし、これが唯一の楽しみなんだよ。そんな俺の大切なものを奪わないでくれ。月曜からどうすればいいんだよ。頭の悪さよりコンビニ一軒しかないことの方が驚き。確かにな、他にコンビニはないのか。住んでるとこが田舎ってのもあるんだろうが、駅への道までにコンビニは一つしかない。そこが俺が毎日使ってるとこね。駅の中にもニューデイズがあるけど、ロフォン置いてない。ちなみに会社の近くのコンビニは本の中身が見えない加工されてるからゴミ。会社のトイレでやれ。え、本買う？読んだら我慢できなくて、買ったコンビニのトイレで抜いちゃう。会社の近くのコンビニ。中身が見えないから買う本決められないゴミ。どうしろと。会社の近くに個室とかないの？アンサー、毎朝個室の部屋借りたらいくらかかると思ってんだよ。てか朝からやってねえだろ。その前に近くにないし。毎朝本買っていくらかかってるんだ？正解は駅のトイレまでダッシュ。え、本買う？会社に持ち込む？会社のトイレでする？何も問題ない。お前をトイレにしていい？だから、お前、本買ったことないだろ？選ぶとき中身じっくり見るわけ。興奮して抑えきれるわけないだろ？そのまま電車乗って会社に行くとか俺には考えられんわ。こいつ店員になんてあだ名つけられてるんだろう。最近のコンビニの店員はそんな陰湿なことするのか。けしからんな、不純だわ。一心に言われたくないだろ。確かに名前つけられてそうだな。俺が働いてたコンビニでもイッチみたいな変なやつに名前つけてたわ。この時間帯はあかんやろ。うちの近くの銀行がそうだわ。新人何人かがほうき持って外掃除してる。別にこれといって他の趣味もないし金に困ったことないけどな。本当に趣味といえば本買ってコンビニで抜くことぐらい。ダメだって言ってんじゃん。日本語通じない人？君たちや、ベカよ。じゃあ俺じゃない人が、たまたま本当にお腹痛くて毎日コンビニでトイレでうんちしてたとします。もしその人が本を買ってたなら、店員が同じならば俺と全く同じことを店員から言われるだろう。店員が勘違いするだろうからな。占領してるという事実は俺と全く変わらない。仮に俺が許されないことをしてるとしたら、たまたま毎日お腹痛い人も許されないことになる。読んでないけどお前が許されないだけだよ。釣り宣言まだ？読めよ。あ、非国民だから日本語も読めないのかな？たらればで語るなクズ。コンビニは私有地だし、その権利者にクズの行為は咎められたんだよ。どうしても従うことができないなら裁判でもしろクズ。俺はたまたまお腹痛くなってんだよ。お腹痛くて毎日トイレしてたら怒られたんだよ。本当は抜いてなんかないんだよ。このスレは釣り。たまたまが毎日なら違います。もう二度と来ないでくださいね。お店にもお客様を選ぶ権利ってものがあるんですよ。お前が許されないだけだよ。てかお腹痛いやつは仕方なくトイレ行くだろ。俺だって仕方なくトイレ行ってんだよ。抜かない限りは自分では抑えきれないからね。そうやって抜くことは悪いことみたいな風潮を作り上げて、我慢させるから痴漢したりするやつが出るんだよ。でもお前はダメだよ。ふん。じゃあお前もダメ？今は金払わなくてもネットで動画見れるし、本なんて買わなくなった。じゃあ俺はお金を払って雑誌を買ってるんだし、コンビニは利益が出てるわけだろ。トイレ借りたっていいだろ。てめえらあんまり俺を怒らすんじゃねえぞ。誰も釣られてないのに謎の釣り宣言。謎のってなんだよ。俺は毎日お腹痛くてトイレしてるだけでも抜いたと勘違いされて怒られてんだよ。そしてここの住民にも非難されてんだよ。話変わってて笑った。雑誌買ったら会社の駅まで持たないんだろ。ただ本を買ってトイレしてるだけで怒られるなんてこの世も末。世知辛いにも程がある。抜いたか否かなんて関係ない。
お腹痛かろうがなんだろうが、どちらにせトイレを占領するのは変わらない。関係あるだろ。気持ち悪いんだよ。みんな嫌だろ。うわぁ、まだ言ってるよ。コンビニ探すより病院探したら？スルーしてトイレ入るべきだった。これがお前の習慣ならなおさら。次俺を怒らせるようなこと書きやがったら容赦しねえから。覚悟しとけ。なんでそんなに怒ってるの？涙を拭けよ。釣りじゃないんだろうな。うわぁ、金も。急に切れ始めて笑った。コンビニですることがそんなに大事か？ルーティンなんだろ。何度説明したらわかるんだ？え、本を買ってトイレに入る。そんなことで怒られるなんておかしいだろ。毎日トイレを使うのは俺だけか？コンビニで飲み物を買って、毎日トイレに入るやつだっているかもしれないだろ。それは許されて、俺は許されない。こんな理不尽なことがあっていいのか？俺は客として月にいくらかはわからないが、え、本で売り上げにも貢献してるんだぞ。むしろ感謝されるべきだろ。なんで怒られるんだよ。まだそんなこと言ってるの？イッチは誰と戦ってるの？で、これからはどうするの？コンビニ1個しかないんだろ？どうせまた注意されるぞ。だからそれがおかしいんだよ。俺が怒られる理由がない。毎日お腹痛くなってたまたま同じコンビニに入る。トイレだけだと悪いから雑誌も買う。もしくはたまたま毎日本を買った後、お腹が痛くなってトイレに入る。抜いてるかどうかなんてどうやってわかるんだよ。客に対する態度じゃないね。それを店に行ってみれば？言う勇気もないから、ここで書いてるんだろ？確かにな。ネットでは威張ってるけど、なんだかんだ怒られて、逃げ帰ってきたチキンだもんな。だから俺を怒らせるなって。店で注意されてイライラしてるのに、なんでここでも非難されるんだよ。ここまでみんなに言われてるのにまだわからないの？お前がおかしいんだって。もうダメだ。何を言ってもわからないんだろうな。こんな奴の相手をこれからもするとか、店員さんたちがかわいそうだわ。名前つけられるどころか、嫌な客の一人として情報共有されてるんだろうな。もうそのコンビニのトイレは無理だろ。なんだよそれ。やっぱりどう考えても理不尽だ。くっそ久しぶりにイライラしたわ。ストレス解消に抜いてくるわ。あばよ。勝手に消えろよ。もうすれ閉じるからな。何言おうが俺にはノーダメージだからな、クズどもが。好きに言ってろ。かわいいな。朝から本買うなよ。ワロス。最初はネタかと思ったけどこれはガチだな。ここまでひどいのは久しぶりに見た。マジで店員がかわいそうだよな。それからイッチも、チラチラまだこのスレ見てるんだろ？顔真っ赤にしてそうだよな。完全敗北。また釣り宣言でもしに来るんじゃない？どう考えても釣りじゃなかったけどな。これからは会社の近くのコンビニにするんかな？え、本ちょっと読んだとして、会社くらいまで我慢できるだろ。イッチは我慢できないらしいぞ。店の店員に、ロー君ってあだ名をつけられてたりしてな。言ってやんなよ。また怒って戻ってくるぞ。こんなイッチが毎日やってくるんじゃ、コンビニの仕事も大変だな。引き続き、仕事関連のスレを紹介するよ。ほう、ワイシャチク出張、3日中2日サボりがバレて、おう、終わった。優秀やんか。とやろか。やることやったんやろ。1日で終わらせて2日ホテルで筋トレしながら飲んでたら、上司から電話来て、はい終わり。なんでバレたの？上司の知り合いが担当の Y と話したいとのことで電話来て、鬼電。やむなく出てみるとお前会場にいないな、と。会場にはおらんとあかんちゃうの？せやで。それは、やることやっとるってことにならんやんけ。せやで。だから1週間謹慎と減俸3ヶ月間は2分の1や。会場行くぐらいの労力惜しまなければな。同僚の視線も痛いで。Y のせいで帰省がてらの人もいたから、同僚から聞いたがブチギレられてるらしい。全額君持ちで、高級焼肉食べ飲み放題パーティーみたいなことせなあかんな。減俸で十分ペナルティやろ。そや大会社とのやり取りにおけるペナルティやん。同僚にもちゃんと迷惑かけた分お詫びするんやで。まだ決定ではないけどな。3日の展示会の出席を2日にする口実ができて経費削減になったぜ。社長証もんやろこれ。最高や。まあ Y が君の同僚やったら君の椅子の上に画鋲植え付けるレベルやで。実際3日追ってやることないんやで。同僚で3日使って周り追われへんかったやつおるけど無能すぎるわ。周りもしなかったやつが何言っとんねん。逆に何するんや？帰るんが正解なんか？出張経験ないからわからん。3日なら急がずいろいろな人と話したり、調校をしなければならなかった。調校は興味なかったからパスした。出張のはずの同僚が、USJ 行ってるみたいなスレは見たけどまさか。ホテルで限界スクワットしてたで。いないといけなかったのにいなかったのかよ。しゃあない、これで他の人も出張日程削られそうで恨まれそう。多分2日に短縮やな。社畜要素ある？社畜やぞ。はぁ、これやから納金は使えないんごねえ。しゃあない。自由でええな。開発やでたまにはな。首ならんだけありがたい思えや。さすがに首にはできんやろ。展示会か。
商談会かなんかすっぽかしかよ、ひどいな。Y も先週冬の信濃路を満喫してきたが、松本城かっこいがった、階段急すぎやが。すっぽかしちゃうで。上司が勝手に安請け合いしたんや。このアホ。アホの中に入ったらアホになったで。減俸3ヶ月痛いよな。つかその上司だって展示会の旅取引先を呼び出して経費で朝までに飲み歩いてさ、翌日昼過ぎまで寝てるくせに。はぁ、やってられん。吉和が社も GPS 管理を導入しようなんて話になったらおもろいのにな。実際やってるところあるし。そしたら調光しながら寝るわ。調光して寝てたらセーフやろ。セフセフ。なお有料、同僚の質が低すぎるんですよね。まともな3日回っても報告書や資料を出せる人がいない。 Y だけまともな報告書と資料出して1日で終わるのにね。正直君の同僚の話を聞かなようわからんわ。減俸きつー。ボーナス後じゃなかったら破綻してたわ。仕事に対する認識が甘すぎるんだよ。俺の部下ならボコボコにしてるわ。同じ社会人として情けない。常にお客様のことを考えられないならやめちまえ。日本のビジネスの質が下がって海外からも笑われるわ。やっぱり社員教育って大事なんやな。さすがにこのレベルの質の低いのがいたらビジネスにならんもん。成績いいんだよな。定職中電話多かったから家に電話を持ってくるというね。代わりに応対、対策もできないのに定職にするなよ。会社よりか同僚からの圧力で、辞めざるを得ない状況に徹底的に追い詰められてくだけだからセーフ。サボるなとは言わないがバレないようにしてくれ。お前何しとん？なんでこういう薄れたてんの？会社来たら覚えとけ。こうやったろうやないかい。主任の赤山みたいなレスやな受ける。開発がほぼ直接対応とかどう考えても異常な会社でしょ。ビッグサイトでの展示会か。え？一致の上司が降臨したん？主任の赤ぽい書き方だけどさすがに違うだろ。一致の同僚です。一致の母です。一致の友人です。やめろって。勤務時間に筋トレはダメだよな。引き続き仕事関連のスレを紹介するよ。新卒必見、Y が入社式早々遅刻やらかした話。あれは1年前の4月1日のことやった。Y は5分から10分くらい余裕持って出たけど、乗り換えに手間取ってギリギリくらいの時間になってしもうた。なんとか最寄り駅までは着いたけどそこからが遠かった。漏らした。徒歩15分くらいの僻地で入社式を開催しやがったのだ。そんくらい調べとけよ。会社が事前によこした地図はめっちゃ雑で適当だった。案内人でも駅に立ってるのかと思ってたけどいなかった。まあ行けるやろと地図通りに歩いたら道間違えて完全に迷った。完全に迷ってから Google マップ起動したけどもう遅い。全然道がわからなかった。雨が降る中知らん土地を一人でぐるぐるよ。そして漏らした。結局あちこち歩き回って40分くらい遅刻した。ちなもうやめて今はニートしてる。普通タクシーで行くよね。どうせ経費やし。スマホを見たら Y が到着する5分くらい前に人事のお怒り問い合わせメールが来てた。Y は初日から遅刻野郎のレッテルを貼られてしまったのだ。Y は、道に迷ってしまってすいません、と謝ったけど多分人事の人は内心怒ってた。区長は心配する素振りだったが、自業自得すぎて草。ぶっちゃけあんなわかりにくい僻地で入社式開催するくせに、ろくな地図も案内人もよこさんのが悪いんだろうが。なんでスマホのマップ機能使わないの？迷ってから使ったらすでに手遅れだったんだよ。なんで連絡しないの？怖かったから。そして初日で辞めたわけやな。ぶっちゃけ今年からは新卒のために最寄り駅の前に送迎バスでも用意しとけばいいと思うよ。それ提案しろよ。人事か誰かに言ったのか？もう入社式なんて関係ないし入社式の話になったこともないから言わんかったわ。余裕少なすぎやろ。普通は最低でも30分前着予定で動く。電話したらええんちゃう？事前通知せず、会社から離れた僻地で入社式開催は企業側の落ち度やな。一応この場所でやるよって知らせは数日前に自宅に届いてた。5分10分って全然余裕持ってないやん。余裕持ってるだろ。5分前行動だよ。徒歩15分って分かったのはいつだ？入社式開催のお知らせの紙に書いてあった。じゃあ5分前行動なんて全然余裕ないやん。5分前行動というのは開始時間の5分前につけばいいかということよ。30分前が常識やろ。そんな常識聞いたことねえわ。デートかよ。実際遅刻したんだからお前が間違ってる。重要な用事は30分余裕持つべき。ちなみにマスクつけずにやってきたのも会社の人には、なんでつけてきてないの？って感じの態度だった。図工って、今はどうなんだよ。マスクつけてないとか非国民やん。今はつけてるわ。去年の4月とかギリギリセーフって雰囲気だったろ。マスク不足してたし。ギリギリセーフはダイプリ発生までやぞ。そうだったけ？どっちにしろマスク不足してたやん。
Google マップででも下見しとけばよかったのに。なおその時怒られた人事が今の嫁や。Y にも少し落ち度はあったかもしれんが、あんな僻地でクソみたいな地図しかよこさなかった会社にも落ち度があると思うよ。お前に落ち度しかねえよ。って言ってるくせに、改善案とか出してないんだもんな。で、お前以外に遅れた奴はいたの？俺以外に遅れた新入社員はいなかった。ほらな、何が僻地だよ。あんなクソ田舎でやる方が悪いわ。坂道登らされてよ。開催する場所がどうとかいう話じゃなくて、事前に連絡来てたのに場所や経路を確認しないで適当に行く神経がわからんわ。その時は道があんなわかりにくいなんて思わないし。オーケー。入社式には菓子折り用意したか？常識やからな。Y もバスの時間用わからんで間に合わんで遅刻寸前になったわ。ニキラも気をつける信用。結局そういうクソみたいな会社だったので労働環境もクソ。Y は早期離職を余儀なくされたのであった。同期最速だったのかな？知らんけど。何がクビになってたのか。本当にやめてて草。そんなんでもやれてるよくらいが良かった。労働環境どんなだったん？いっち、怖かったやろ。ワイらがおるから安心してえで。クビっぽいことが分かってから、急に優しくなってくさ。毎年菓子折り菓子折り言って手ガチで持ってくるやつとかおらんの？いや事前に場所確認しとけや。ワイは内定式遅れたで。着いたら終わってて昼食食って解散そのまま同期と飲みに行ったわ。そもそも最寄り駅に会社の人が待ち構えてて、方向はこっちだよって教えてくれるもんだと思ってたわ。そんな大企業なんか？で、今働いとるん？いいえ、そろそろ若者向けのハロワ行こうと思うわ。Y もそろそろ働かな。無職でくさ？普通、前日に入社しておくよね。前日に確認だろアロタ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。